サビアリです。あ、どうした？あ、あ、通知も、うん、よくなんか仕組みがまだ分かってないんだよ。あ、そうですか。うん、マイクとかもこれ普通に聞こえてるの？あ、聞こえてる。声聞こえます。で、あの最近のツイキャスちょっと、うん、なんか、うん、性能良くなって、うん、片方が、うん、まあ、イヤホンしれば、うん、もう片方はイヤホンしなくていいんですよ。両方ともしないとダメだったもんね、前。そうそうそう。それで、あ、うん、あ、はい。ウニ食べてる。ウニってどこだろう。国分ばかり。ウニどこ？ウニと大トロ？大トロとサビアリ。はい。これ1ってやればいいのかな。一。なんだ。明日あれだね。あ、ウニみたいな。ウニ。うん、あ、これ紙ですか。あ、いいっすね。あ、ウニでお願いします。昼間気づいた日が。とウニ。あ、あったっす。なんかウニ。わざわざみんなの人は味噌汁に入ってくれる。あ、いいね、青さ青さか、うん、どこだろう。味噌汁大丈夫ですか。味噌汁大丈夫ですか。ですか。大丈夫ね。味噌汁系なんですか。うん、声が出ないから辛い。声出るようになってほしいよ。普通に言わないとダメなのかな。あ、そうそう、うん、じゃあそれでいいか。じゃあ通知あります。あの、もう配信が始まって、はい、またつー。お待ちどうぞ。お願いします。はい、あとウーロン茶でございます。あ、少々待ちくださいね。ウーロン茶でございます。はい、はい、失礼します。ルーイ収録区です。はい、日配道の水割りでございます。はい、失礼します。レモンサワーでございます。お通しでございます。お寿司なんですが、納豆、梅キュウ巻きは手巻きでよろしいですか。プロタクと梅キュウ。プロタクは細巻きで。細巻きで。はい。梅キュウ巻きは手巻きでよろしいですか。はい。はい、決まりました。磯辺焼き。磯辺焼き。はい。はい。以上で。以上で。はい、かしこまりました。スタジオ、乾杯します。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。KP。KP です。じゃあ、いきます。お、今、アクティブが30ちょうど。さあ、どうなるかな。じゃあ、上げてください。え、開ける？開けるって何を？なんか通知が出るんで、そんなに光を上げますか。うん、コラボを許可する。え、こうやってやるんだ。あ、ほんと。え、なんて音が出るんだ、こっから。どうすればいい？え、なに？何そのシステム？電波障害。どっか行っちゃったんだけど。え、どういうことこれ？いや。え、なに？こんなに近くにいるのに、俺はヒカル君とテレビ電話しないといけないってことは。和田さんどこいるんですか？すっげえ180人だ。え、俺今。和田さんどこいる？え、なに？今新宿俺。和田さんどこいるんですか？あ、そういう感じなんだよ。まず、斬新だね。うわ、すっげえ。どこいます？ 150 人一気に増えた。どうも、こんにちは。あ、そういうことか。ヒカルくんの、人の分も合算されるんだ、これ。あー、そういうシステムなんだ。こんにちは、コインありがとうございます。どうもどうも。和道と申します。あ、こういうシステムなんだね。みんな誰か配信やってますね。はい、面白い。通知でしか来ないんで、あ、こうやって宣伝するんだ。はい、初めて分かった意味が。ワードさん、嬉しいですよ。ヒカル君の通知来ました。どうもどうも。ワードさん、3点セットしてみて。3点セットテリちゃんっているし。どうもどうも、ヒカルさんからいらっしゃい。ワードと申します。よろしくお願いします。なんでテリちゃんわかんないです。なるほど。ね、じゃあ普通にコラボやるときってこうやってすぐ切って
お互い集客するみたいな感じの。まあそうですね、お互いなんか面白いことやったときに、うん、わざとコラボをパッとあげるか、うん、そうそう、面白いのやってるから。じゃあコラボは基本的にもう設定しておかないとダメってこと？いや、僕はでもコラボは基本的にやらない人なんで、うん、ほう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 、まあリスナーさん、面白いリスナーさんが上がってきて、それをうまく利用して、うん、まあ、つなげる方法もありますし、へぇ、まあ、いろんな大手配信者が上がってきて、それで拡散する人も中にはいますし、はい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 、面白いね、全然違う、ニコ生と2人でキスしたら3点するよ。キスでいいの？キスでいいの？いや、そこそこすか。キスでいいんだ。あくくんですかね。お疲れ様で。わあ、あいおちゃん来たじゃん。ちょ、あいおちゃん来てくれなかったでしょ、とつまちで。なんで来てくれないの？ねえ、オタク系の配信してるのあいおちゃんぐらいしかいないでしょ。あいおちゃん分かるんすか？あいおい、昔から。あ、分かるんすか。まあ、そうですね。全然。おいちゃん来てくれよ。光くんからいらっしゃい。お疲れです。あ、お疲れです。すごいな。みんな、あの、和道さん3点セットして。よろしくお願いします。和道と言います。ニコ生では、あの、荒くれ者だった。いや、荒れてないよね。相当荒くれ者ですからね。エビゾーと肩並ぶぐらいの配信してたいや、俺だってエビゾーさんの現役知らないですもん。あ、そうなんですか。だって、違うんですか。じゃあ、ずっと引退してたから、なんかキャスから復活して、えって思ったんだもん。あ、そういうことなんですか。そう、俺3年間ニコ生やってて、海老蔵さん配信やってるの見たことないもん。あ、そうなんですね、うん、へぇー、マー君に脅された時は見てたよありがとうございます。どうもどうも。あ、今来てる133人は結構いつもコメントくれる。へぇー、海老蔵さんですね、みんな。すごいありがとうございます。おっさん、みんな、ワドさん3点セットお願いします、うん、皆さんも KP してください。 KP KP、うん、シャンマンと絡んでる人。あ、皆さんね、うん、これかワードだよ。あ、いけるけあのおっちゃんね、面白いおっちゃんね、うん、ロハコさんから来ました。はい、ありがとうございます。マー君は今生きてるんじゃないですかね。わかんないですね。あ、きっとお疲れ、うん、いつかの少年。こんばんは、ワドと申します。よろしくお願いします。みんないつも見るメンツだな、これ。あ、そうだよ。パンツ。いつもいるメンツだね。パンツ忘れてってるな。あ、ワドさんじゃん。そう、カピカピの。マジっす？え、洗濯してない。相当カピカピじゃないですか。そう。カピってたパンツ。2、3週間前ぐらいですよね。なんかナメクジでも貼ったのかなと思ったもんね。ヒカル君イケメンだよね、本当に。初見さんいらっしゃい、楽しんでてください。すげえな、和道さんの枠に。あ、さっき質問あったよ、検査どうだったの。あ、検査ね、見てない、うんうん、あ、もう届いてはいるの。あ、届いてます。なんかネットで見れるみたいですね。あ、そうなの。ただ、うん、まあ、さっき言ったテレチャンピンってやつの話があって、うん、まあ、青山って言うんですけど、うん、まあ、ヤミにさっき相談したら、なんかあれネタらしいよっていう、うん、僕が性病だっていうのを言うらしいネタって。あ、そうだったみたいです。それで僕は心配になって、あのですね、受けに行くみたいな、うん、ヤミに帰った、うん、テレチャンピン俺にも吹き込んできたからね、電話して。やばいっすね悪いやつだ、あいつテレチャンピン。だいぶ悪いっすね。ヤミ帰ったの、千葉に。結構千葉だから2時間ぐらいかかるのかな。まあでも分かんない。あ、バスか。あ、そうです。千葉2時間ぐらいです。もしかしたら俺整理をかかってるかもしれないから、あのこれは一人で寝る前にあのホテルかどっか取って、ちょっと深刻な話があるっていうちょっとテロップでやります、ね、重大発表で。はい、ワドツー、クミタンいらっしゃい。富士子の店超面白かったんだけど、久々の富士子の店行ったんだよ。カメラ回してキャス回してね。そしたらいきなり、ここの店カメラダメだからって言われて、えみたいな感じで、なんか怒ってたよね。怒ってたですね。でめちゃめちゃ怒って、俺もうふてくされていいやって思ったの。そうそうそう、そう、うん、あ、光くん別の場所行こうみたいな感じで、うん、そしたら、そう、光くんが最後に、いやちょっと富士子ちゃんの顔だけ見たいっすつってガチャッと開けたら、なんなんこいつみたいになって、大喧嘩始まって、いやなんすかみたいな、その態度とか言って、で飲むの飲まないのとか10分なんかガガガガやりとりしたんだよ。で飲みますよつって、え、飲むのと思ってそのままガーッと入ってったから、でカメラ切れって富士子が切れてたから、そうそう、まあ最後別になんともなかったけど、そう、まあ切って入って、うん、
入った時に自分だって配信してるじゃないですかって美智子さんも配信してる店の中入ったら思いっきり FC2 ライブとニコ生やってたからね。そう完全にね、うんうん、でもなんか配信禁止になったっぽいね、そこの店は。あ、そうなんですね。うん、なんかもう嫌だっつってね。あの人でもあの格好で配信映したら番になるし。いやあれはもうやばい番でしょ。ツイキャスは番です。ツイキャスは番です。ニコ生 OK ですか。あれ OK です。あれ OK なでもツイキャスやり始めるみたいなこと言ってたよね。えマジキャスや設定してやりたかったの。ああ言ってましたね、うん、設定するわ。だから藤子っていうとんでもないポルノモンスターがねキャスに進出してくるかもしれないわ。なんかな、完全にポルノモンスターですね。完全にポルノモンスター。だって AV デビューしたのが38歳とかだよ。すごい。しかも自分で売り込んだ。今何歳ですか。今40いくつ。へえ。すごい。AV 女優です。AV 女優。AV 女優。最強だね。完全に。びっくりした。びっくりした。相当スタートしてた。結果報告。あ、みんな心配してる。あのね。どうしようかなと。でぶっちゃけ見るの怖いんでね。自分も声優検査。声優検査ぶっちゃけ何回目なんですか。初めてです。初めて。人生で初めてです。28年間で、まあね。なんか嫌だよね、うん。しかもそれを全部公表するって言ってるんで。おお。エイズだったらどうしようか、ね。リアルにエイズだったらどうします。いや、そしたら多分配信変えますよ僕。え多分全世界にゴムをつけようっていう、うんうん、フレディ・マーキュリーかお前は。多分分かんないね若い子には。でも光くんも分かってないでしょ今。分かってない。分かってないよ。全然へーとか言ってる、うん、全然分かんない。お二人何歳ですか。僕は31ですね。僕28ですね、うん、こんばんは。痛い。どうなんだろうね。あでもエイズ治るって最近ニュースで。そう、だから特効薬ができたらしいですね、うん、そうそうだからエイズも怖くない。うん、エイズ治るんだよ。そう、もうらしいですね、ほんとガチで。そうこれが千葉な、うん、治らない病気って言われてたのが医学の進歩で治るみたいですね。ノーベル賞取るだろうね、多分ね、うん、いや間違いないですよ、あれは、うん、医学はすごいですね。そう、光ね、あ、そうそう、コンドーム作ろうかなと思って、これを機に。なんか言ってたね、3ヶ月に1回、あの性病検査してちゃんと公表して、であのグッズであのコンドーム作れるみたいなって光オリジンだよっていうね。ちょっと危ないよね、なんか破れそうだ。そうだ、ね、全部針でプスプスラブホのコンドームと一緒のような感じで。やばいですね、やっちゃったコンドームですね。まあ相模オリジナルはあの 0.01mm なんで 0.0005mg 目指してですね。超極数光オリジナルみんな待ってる、ね、もうやばいね、うん、いやありでしょ。コンドームでもグッズ出したら面白いかもね。そうですね、うん、まあ、出そうかなっていう話をしてました。これもいいですかね。いいかもいいかも。で僕がなんか梅毒とかだったら、うん、あのベンジュ太郎さんに出すとか、うん、あの人が 俺の代わりにあの47都道府県旅するらしいです。意味が分かんないよね。多分旅したいんだろうなっていう、うん、だって TJ さんも22日からスタートしますもん。パクられてんだ、はい、うん、みんななんかその旅配信者はなんか儲かるっていうかなんかちょっと変な考えすぎなんですよね多分。でも大手配信者だから儲かる部分もあるぞ、うん、で金梅さんのチャリ旅、うん、TJ の1週間のチャリ旅の収入分かります。100万ですよ、1週間で100万ですよ、ステッカーだけで。はい、気持ち悪くないですか。すごいね。そこら辺ティジナボ旅で旅配信者はホームレス配信者は儲かるみたいな話してましたけど、僕らまだそこまでじゃないんで、ぶっちゃけ全然収入もなんもないんですよ。なんでステッカー売るの。ステッカー俺すげえ疑問なんだけど。僕は生活のためです、完全に。おお、はい、僕はっすよ。生活のためです。ステッカーツイッターから撮るんですよ。めちゃくちゃうまそう。何だったの。直に振り込んだらダメってことなの、キャスは、うん、あ、アクセラーあるぞ。あ、すいません、席外します。ちょっと待ってて。
じゃあ、みんなサンデーセットしといて、とりあえず。ギリギリのランで、ね、ギリギリのランで100ターンが。なんか150で乗るらしいですね、その闇に。あと100じゃないかな、多分。結構強い人いますよね、多分。誰配信しますよ。マフマフ。マフマフって何？1万2000、1万3000によるから、マフマフ。ですね。芸能人かもしれない。何こいつマフマフって多分芸能人マフマフって誰若い人います？1万4000人だよ、だって1万4000人の配信者誰？あ、サポーター4万人すみません、すごいですね。私もアスチョワナゴお任せいたしました。生しょうゆのモンサワー、もう一つ、はい、あ、あと、二階堂2回で、ね、まあ、結果やるよ、俺今日。今日もバリアに泊まろうかな。わかんない。適当に泊まれば配信ができる。レンタルビデオルームかもしれないし。昨日バリアに泊まってたんですよ。で、バリアに朝方まで配信するじゃないですか。うん、そしたら、なんかあの、僕、ミニストップ側のなんかホストクラブがあって、その牧野バリアに泊まってたんですけど、なんかもう 4階だったんですよ。で、あの同じバリアかわかんないですけど、7階で私も泊まってますみたいな女の子でした。で、4階においでよって言ってたんですけど、ギャルルだな、ギャルル、そうそう、男がいるんで、すいませんどんなことそれ、かわいいっすよね。ひなんぽ、マグマグって誰だ？ハッチだと。ハッチめっちゃすごくない？ニコ動で歌い手のか、あ、歌い手なんだ、ニコ動で。シーチェも使え。あ、ニコ動でめっちゃ、あ、歌い手なんだね。なるほど。マフマフさんっていう人が今1万4千人入ってるらしいですよ、ね。え、1万4千人？はい。ニコ動の人らしいですよ。すごい。神会が起こってる。多分そうですね。いただきます。いただきます。すげえな。もうハッチさんやばくないですか？ハッチはね、もうずっと応援してくれてる。もう、あ、ありがとうございます。お寿司いただきます。新作だとランキング常駐してる歌い手。あ、じゃ有名人なんだ。有名なんだね、有名なんですね。まあ、歌い手って言ってる歌詞みたいな感じですよね。卑怯ですね、卑怯だな。何もない俺たちからしたら卑怯ですね。有名人はだってそういうブランドがあって、必然的に閲覧があるじゃないですか。卑怯ですね、卑怯だね、優しい。リア充は配信をやるなと。ここは俺たちの場だぞ。まあそうですね、無法地帯ですからね。無法地帯、キャーキャー言われてるタイプだ。気持ち悪い、ね、俺と一緒だな。ちょ、ディスっとけ。ワゴが言ってたんですね。今からあの94人全員がなんとか一斉にそのモフモフのとこ行って、ハト飛ばさせたね。ワゴがディスってる。周りがこういうことばっかり言うから俺の悪名がどんどん上がる。何にもやってない。酒強いね、ずっと飲んでるもんね。クソですね、ひたすらですね。20杯ぐらい飲んでるよ、ずっと一緒にいて。何時ぐらいに合流したっけ？6時ぐらい6時ぐらいなんですけど、ニャミーと、ニャミーもダブルデート配信してて、それまで待ってるわけで、2時から出てます。2時半、3時ぐらいガールズバーで出てます。ずっと配信して、ずっとひたすら飲んでます。酒強いわ。これなんすか？大トロだ、頼んだよ。あ、これですか、大トロ。え、大トロってこんな大トロだ、どう見てもマジか。馬刺しみたいな。大トロと馬刺し違うっすよ。明日起きれっかな。いや、大丈夫じゃないの。リスナーが起こしてくれるっしょっていう絶対の信頼感がある。今日起こしてくれたんですよ、3人ぐらい。なんかこの時間に
寝たっていうことはワド絶対起きれないからって勝手になんかみんなグループラインでやり取りしてくれてて、あ、ご自分が朝みんな鬼電してくれて、うんうん、超嬉しかったよ。絶対あれ電話なかったら遅刻してたらだからね。すげえな、今日新宿ですよ。明日は N さんが起こします。誰だ N って、うん、あ、なんかああリスナーさん同士あるんですかね、うん、そういうそうグループライン起こす係みたいな、そうそう目覚まし係、当番制みたいな、しまったすごいね、目覚まし係みんなに支えられてますよ、すごいですよ。だって僕酒飲むじゃないですか、うん、で起きれなくて、うん、僕もなんかあったんですよ、やっぱり父、うん、誰々起こしてねみたいな、うん、で電話来るじゃないですか、うん、苦しかとか着拒します、うん、そうなの、起こしてねって言わないのに勝手にやってくれてんの、あ、逆にですか、そう僕起こしてねって言ってきながらあのリスナーさんの電話切りますから、ね、最低だよねほんとはなんか10時にチェックアウトだったんですよ、うん、そのホテルが、うん、で、出なきゃいけないのに、うん、あの、あ、11時か、うん、起きたのが12時ですからね、で、やべえやべえってなって、ほうアラームはやっぱ鳴ってるんですよ、で、振り返ると夢で、うん、リスナーに起こしてもらってる夢を見て、うん、ちょ、待てよっつって、うん、あの、仲良くそこから結局1時間ぐらい延長しましたね、なんだかんだ言って、はいはいはい、うん、すごいですね、ハッチさんね、ずっと、うん、爆弾やばい、ずっと支援してくれてた、ちょっとコンティニューやばいっす、うん、ただお茶が何の役に立つのかよく分かってないんだよね、俺未だに、あのマジックポイントが増えるよね、いや閲覧だけじゃないですよ、最近おすすめの、へぇ MP ポイントっていうのがあるんですけど、このアイテムもらって、うん、そのポイントで上がりやすくなったりとかする、あ、アイパスどうしてる、でもさ、ハッチずっと応援してくれてるけど一回も上がってないよね、閲覧に全然載ってないよ、うん、ちょ、みんなお茶爆して、お茶爆と、うん、本当に行くんやねんか、お茶爆で、あ、ありがとうございます、はい、こちら77位だからお茶爆してもしまうから、じゃあ MP 上げて、え、何今閲覧77位なの、あ、どうも、え、閲覧何位とか出るの、あの、外部サイトにそういうのが、外部サイトで、あ、そういうのがあるんですか、はい、え、なんそれ取って、いい、あ、さっきめっちゃ濃くなったっす、これそう、酔っ払って暴れろっていう店員からのアシストなんじゃないの、さっきあの藤子さんの店行くじゃないですか、うん、お酒飲みたいじゃないですか、で、和藤さん作ってくれたんですよ、和藤さんもなんか半分ぐらい入れてましたトロタク大好き、トロタクうまくないですか、なんかトロタク昔置いてる店少なかったけど最近よく食べてないですか、置くようになった、あ、ありがとうございます、トロタク食べないこっちを、うん、サーモンと縁側とカニを、うまそう、みんなもいただきます、うわ、千里いる、うわあ、千里今日止めてよ、あ、恐怖箱しろ、うまっ、わざずりーぞ、和田さんのところも行ってんだ、千里知ってるもん、あ、知ってんだ、うん、ちょ、千里オフパクしようぜ、もう暴露してもいいから、エビオさん注意してるよ、この前、え、千里どう、うぶさん気持ちだよ、セット気持ち悪いな、うん、やっぱりやめた、うん、セットはだって僕とセックスして、あの、やったの、はい、だってなんか、あの、オフ会あるじゃないですか、うん、で、可愛いとかつってセックスしようとかつってそしたらいいよつって、ラブを行こうぜつって、佐藤お前配信者ってやりすぎ、うん、うん、何人パコった、がっかりだ俺、都合良すぎるわ、うん、青山にも早くセックスしようとか言ってるもんね私の青山とか誰にも言うもんね、佐藤は、でもこいつ俺の時だけなんか LINE 来て、はい、なんかニコ生の時なんだけど、飯食い行こうよ、いいよって言って、そしたらなんか、でもパコらないよとかわけわかんないこと言って、
お前が飯食おうって言い始めたんだろうな。佐藤はいろんな配信者と思いますね、うん、結構有名だもんね。有名コテハンだもんね。まあ、コテハン、でも会ったことないんだよね、俺。俺、あのしかもなんか仮想で、私配信一切しないとか言って、この間また知り合いの配信者のところに覗いたらドラマだったらしい。はずっ、潜って見てたんですよ。はずいよね。何こいつと。そこどこじゃない？ここね、あのモンテローザ。モンテローザのあのビールのいつもアンシュトの1階だよ。うん、でも千里の今はダメだよ。仕事行ってらっしゃい。今あの場違いだから。ちょっと梅球も1個取ったら。うん、梅球別も。配信で手応え感じたのいつぐらいの時期なんですか？配信で手応えいつも感じますね。うぜうぜいつも感じてるんですけど、それを運営さんがなかなか認めてくれないんですよ、僕の配信を、うん、でつい最近ちょっとこう僕もやりすぎちゃって、うん、その線引きってあるじゃないですか、うんうん、で金前さんがいいですよ、うん、梅球巻き一つください。梅球巻き、はい、手巻きの方で。手巻きで、はい。金梅さんは、うん、やっぱ嫌われてはいるけど、うん、って言われるじゃないですか。だからある一定のところまで自分がここまでやったら大丈夫っていう線引きを引いてるんですよ、うん、でそれと一緒なんですけど、はい、でもさ、金梅さんが OK の線引きのラインってさ、俺らのさ、OK ラインのはるか上に線引きしてるじゃん。絶対間違えてるよね、あの線引き。でも金梅さんが真面目になった時どう思うんですか？閲覧だって3、4線にいるんですよ。で、その時金梅さんが真面目になった時に、うん、アンチは多分一切湧かずに、うん、アンチは湧くけど、まあ多分徐々にまともになってくるんですよ、ここ絶対、うん、まあ、まあ、まあレジェンドだからな、あれ、うん、金梅さん。僕もまあ元はやっぱ金梅さんスタンスなんで、うん、分かるんですけど、やっぱあの人はすごいですよ、エンターテイナーですね、うん、金梅さん憧れて配信入ったっていう人多い。金梅さんよく聞く。あと金梅さんのすごいところ、後輩ちゃんと育ててる。あ、そうですね。ニコ生の野田総理も橋本くんも元々金梅ファミリーだし、はい、それがすごいと思う。そうですね。うん。要はそのなんつうの、大手でさ、要は自分のリスナー自分のリスナーだって囲い込むやついっぱいいるから。だけどその後輩にちゃんと継承していくっていうか、あれすごいなと本当思う。金梅さんは僕に役に言うんですよ。うん、金梅君もある程度知名度ついて、じゃあついてきたら、もう下の人間たちをどんどん拡散して、育ててあげた方がいいよ。うん、金梅イズムだ、うん。だからみんなに好かれるんだろうな、なんだかんだ言って、金梅さんは。バイバイ兄やん。はい、お持ちしました。どうぞ。ありがとうございます。いいですか？はい。ちょちょまくしてくれてますよ、みんな。うん、ない、なんかお付き合いなんか、そういう感じのやつ。いや、ダメっすよ。ん？一時期閲覧常に200、300人いたんで、ツイキャスが。誰？バカンと爆発しちゃダメっすよ、バトさん。ああ、減らって。炎上した時はもっといくじゃないですか。うん。はい。そうだね。はい。ダメっすよ、ね、めっちゃ怒られたもん、リスナーに。2回消しますもんね。2回じゃないよ、俺ニコ生、はい、5000人込み3回、1500人込み1回、3000人込み1回、だから6回爆発して、キャス1回爆発してんの。ツイッターも1万5000人いたよ。もったいないですよ。うん、今になったらわかる。バカやったな。うん、昔取った絹塚。もったいないですよ。うん、全然ダメだもんね。カッソカソだよね、俺。落ち目だよね、落ち目、うん、だからさ、去年の今頃めちゃめちゃ楽しかったじゃん。いや、やばかったですよ、うん、だって僕、あの、金梅さんととっつってた時に、うん、和田さん、アウトロ配信者って思ってましたよ。アウトロ配信者、そう、俺、まあ、そうなんですよ、配信者に昔から言われるんだけど、ちょっとアウトロ配信者、そう、
俺アウトローなこと一回もやったことないんだよ、本当にないんですよ。だから枠見るとみんな驚くんですよ。何この人みたいな、誰みたいな。いや俺こういう配信なんですよ。なんでアウトローだと思われるんだろう。アウトロー配信者だと思ってたんですよ。だってさ、スタジオジブリのさ、宮崎駿の話をさ、6時間とかするやつがさ、絶対アウトローなわけないじゃん。エヴァンゲリオンの話とかばっかりしてんだよ俺。頭おかしいよね。たまに宮崎駿を殺すとか言ってるやつ。言ってないわ。だからそういうのを真に受けるのがいっぱいいるんだって、本当にみんなが悪乗りして。宮崎駿を殺すはまずいでしょ。何なんだろうな、そのイメージ。いや、イメージ、なんか見た目ですか。見た目こんな格好アウトローする。こんな魔法使いみたいなさ、こんな格好するアウトロー見たことある。ちょこちょこ僕見てましたよ。僕って250人ぐらいの時とか。嘘、そんな時あったっけ。宗教の時も行きましたね。そうそうそう、宗教団体に潜り込んで、うん、やったな。やっぱりニコ生から来たっていうなると、そのツイキャスの配信者は本当に注目するんですよ、うん、ニコ生の配信者はどういう面白い配信をするのかとか。で僕の配信も結構潜って見られてますよね。やっぱり闇もそうだし、配信者見るよね。みんな見ます、ね、あんだかんで見るよね。閲覧ある人のとこって何見たりとかします、ね、見る見る。何かありそうな人とか。だって見て見てますか。うなに喧嘩としたらさ、おいワード、おめえの配信なんか見てねえよとか言ったけど、さんざまつやったらワード、部屋汚いって言われたから見てんじゃねえかよと思って。でもそれじゃありますよ、何が。あとカッシーニとツイッターでやり取りしたじゃん、うん、であいつ捨て台詞でね、おめえの配信なんか見てねえよ、リスナーからのポンプだよって言ってるんだよ最後、うん、だけどツイッターのそのやり取りの文面見たら、お前よギターのコード進行がよ、なんかクソみてえなコード進行を並べただけのカスバンドでよとか言って、なんで音を知ってるのお前っていう。そういうことですよ。おかしい、わかります、うん、絶対見てるんだよ、うん、のりこいらっしゃい。あ、のりこさん、うん、イケメンと一緒に飯食ってます。いやいや、イケメンじゃないです。いい男、ポイント見つけたっていうか、通知登録してねえの、うんうん、お、ココさんなす、あざーす、ここからお茶まきします。あざハッチやばいね。ハッチはガチかっこいいっすね。ハッチ最初だって30分ぐらい投げ続けてるよ、うん、うわ30分投げ続けたって花火の方が早いんじゃない。まあそうっすね、お茶よりは確かに花火の方が15回分だからお茶。そうっすよね。あ、こういうことなんですか。そういうことっすね、まあ、検査するとそうっすね。なるほど、花火ばっか投げるっすもんね。めんどくさいね、お茶が投げる。なるほど、なるほど。はっちゃん、花火投げた方がいいね。うん、花火投げて、そういう仕組みなんだ。MP とかで閲覧乗りやすくなったりとかするんで。へぇ、なので、多分今足りないのは、うん、閲覧じゃないんですよ。閲覧じゃない、何が足りないの。閲覧は徐々に増えてくる。その MP ですか、アイテムでおすすめ乗りやすくなったりとか乗りにくくなったりとかあるんで。今、846って書いてあるんだよ。足りない、全然。全体的に足りないです。まだあの、うん、ペッパーデコフレームとか足りないです。でもさ、これって3日で消えちゃうんでしょ。そうです。期日は決まってるんで、なんで毎日配信しないといけないんですよ、うん、なるほど、はい、なんでビュードなんですよ。おすすめになる条件がいろいろあって、うん、いろんなまあ説があるんですけど、いつ何に行かないといけないとか、うんうん、そのアイテムの MP が達しないと乗らないとか、うん、いろいろあるんですよ、うんうん、一時期なんか時間規制っていうのもあるって言われてて、夕方5時かな、うんから、うん、夜8時ぐらいまでは時間規制かかるって言われて、うん、どんな配信者も閲覧が低くなる時間帯もあったりとか、勉強になるわ。なんかそれ見極めて、うん、やるっすね。ねえ、このマジックポイントっていうのはどれくらいあれば乗るの。僕も分かんないです、それが。分かんねえのかよ。まあでも閲覧は闇が映ってたより多分、うん、前まで250人以上でおすすめ乗るんですけど、でも150人ぐらいに乗るらしいんで、あとはここにいる90、80人かの拡散力ですね。祝電やめて、うん、あっち祝電祝電だって分かったの今。この時間帯は祝電を打つ。花火投げてくれてんじゃん。あ、花火すげえ。あざーす。
よ。難しいっすやっぱ、うん、閲覧が100超えたのってどれくらいの時期なんですか。僕は、去年の10月30ぐらいが、うん、寮にいた時なんですけど、うん、郡山じゃないところにね、うん、その時50とか80ぐらいだったんですよ。それから80、多くても80ぐらいキープしてたんですけど、うん、閲覧の壁ってあるんですよ配信しても、うん、多分経験した時ある人は経験した時あるんですけど、うん、どんなに頑張っても面白くてやっても、うん、あのその閲覧を超えられない時ってあるんですよ。あ、壁？壁があるんですよ、うんうんうん、それをどう乗り越えるかって僕さんざんそこでしどろもどろしてて、うん、なんで一番最初にしたのが、家族まあもともとやってたんですけど、いろいろ大手配信者に売名することですよ、まあ、トッツして、うん、お酒を飲んで顔を覚えてもらえる、はい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 、まあその向こうの方がやつら多いんで、うん、自分は何もできないんで、うん、まあ普通にお酒作ったりとか、うん、運んだりとかしてたぐらいで、どんな配信者もすげえな。あとはその大手配信者のリアルのトークと、うん、大手配信者の配信と比べるですね、うん、どういうリアトツの時にはどういうトークをしてるのかとか、うん、全部僕はずっと監視しますね。そうなんだ。ステッカー販売せんで大丈夫ですね、うん、あ、あれなんすよ、和道さん、うん、和道公認職さん、うん、クミタンお願い。何でその3倍目こびるって言われるんですよ。え、3枚目こびる。僕こびるって言われるんですよ。ああ、そういうことか。3枚目じゃなくて3倍目こびるって言われるんですよ昔から。いや、気遣いができるだけでしょ。まあ、難しいですけどね。閲覧の壁はあるんですか、必ず。まあ、感じです。和道さん、昔の時代に戻った方がいいですよ。だろうね。はい、間違いなく。そしたら閲覧の壁は、あ、すいません。今のスタイルは、面白くないです。面白くないですか配信者としては。うん、まあそうだろう。多分、リスナーさんも多分待ってます、それ。どうだろうね。あのね、もうね、感覚鈍っちゃってるんだよね。うん、こちら3倍ズですね。はい、3倍ズ、3倍ズ、どっかの3倍ズ。こちらはもうよろしいですか。あ、大丈夫です、はい、髪やばいですね、本当にやばいですね、一応いいですか。まんま髪で頭と足が、ほんまっすよ、すごいっすよ、これ。いっぱい食べた。よし、どうやって見たいですか。向けます。カルさんのステッカーどんなのだって。あ、僕のステッカーっすか、うん、あの、雑ですよ。単価15円から30円ぐらいなんで、それを1枚800円で売ってます。はい、え、でもこれ、え、15円とかで作れるの。はい、でもそれも何千枚とかあるんで4、5万ぐらいかかります、初期的に。でもデザインいろんなのがあるんだね。4種類一応あるんですけど、うん、これかわいいですね。これはロゴっぽい、うん、かわいい。まあでも次はもう2種類にして、うん、全部こだわります、うん、もうちょっと大きくして、永久保存版にできるようなステッカーします。このうち買います。それって買わないパターンじゃない。あ、クみたいなね、まあ、いいんじゃない適当なんだから、うん、微妙だと思ったら買わなくてもいいし、で、リスナーさんはそうじゃないですか、うん、好きなら、だってあのリアトツ行きますとかあるじゃないですか、クルクル詐欺とか、
だって本当に来た人はリスナーでも来る来ない関係なし来ますからね。まあ来るね、うん、絶対ね。絶対来る、うん、絶対来る絶対来る。来る来るって言ったほど来ないと思う人も多いんで、うん、そんなにいらないですよ、うん。今日釣られたんでしょ。あ、今日も釣られました。キャミがあれ釣られるような感じなかったもんね。なかったっす、なかったっす、なかったんですけど結局来なかったっすね。ずっと釣られてます。歩いて5分で行きますか言って、そうそう、全然待っても来ないってなってで、闇だけで配信的なやつ、デート配信で、一人だけ焼き酒、焼き酒やってたからずばっ、どうしてるんですか。切るんや。これ、切るポイントかわかんないですけど、そこ、はい、難しいっすね。わぁ、めっちゃ上手っすね。わぁ、うまい。ちょ、ワードさんやってみてください。え、どこをどう切るかな。手術始めてください。これ毛ガニですよ。取って、はい、切って切る。あ、そういうことですね。そうじゃないよ。え、ま、間違ってるのかな。いや、じゃあ、なんかあれみたいね、小学校の時によく見た、わかる、ワクワクさんみたいになってる。ワクワクさんめっちゃワクワクさんみたいになってるもんね。ネコロリみたいな。え、めっちゃ落としてるじゃないですか、これ完全に。あ、でもなんか逆にすごくないですか、これ見てください。歯の形がそのまま映ってるの、これ映ってるから、サンバイズ、これ歯の形がまんま残ってますから。これある意味芸術ですよ、うん。まあ絶対美味しい。毛ガニが一番うまこれ。うまいっすね。うまやば。毛ガニが味一番うまいっすね。うまいっすね。あ、大丈夫だよ。3倍っす。3倍っす。3倍っす。うまっ。毛ガニうまっ。やばこれ。絶対うまそう。これマジでやば。あ、出た。あ、いいっすね。やばいや、これはやばいっす。味は絶対毛ガニだね、うまいっすね。やばい、うまい、これ、うん。まあ、あげないけどね、これみんなに。え、どこっすか、三枚っすか。これ、あ、これっすか、うん、これをかけるっすか。わかんない。クミタン、タラバガニ味。タラバガニがいいって言ったら、ちょっとまあ味通ではないです。味はタラバガニ絶対悪いから、うん、毛ガニ。あ、そうなんですね。大きいから食べ応えはあるけども、うまっ、うまい、やばい。タラバより毛ガニの味はね、なるほど、絶対、うん、うまっ、うまい、やばい。どうぞどうぞ。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。ワクワクさしいですね。あ、これ食うんすか。そう、あ、いただきます。ありがとうございます。じゃあ、さっき、どうぞ。いや、いいっすよ。じゃあ、半分いいっすか。いいっす。半分、いただきます。タラバガニは食べやすいんだ。大きいんすよね、タラバガニは。だいぶ、はぁ、うまっ。大人の味でしょ。いただきます。ここの部分も食べやすいかって。あ、そこまで。はい、失礼いたします。あ、うまっ。レモンサワー美味しい。あ、出ます。あと、めちゃめちゃうめえ、ほら。麦の水割りで。はい、かしこまりました。あ、梅シロップで。梅シロップ、あ、やっぱビールで。あ、いいっすよ。生ビールで。はい、じゃあ僕もやっぱりビールで。生ビール2つ、はい、はい、以上でよろしいですか。はい、かしこまりました。うまっ。あ、すいません。頼む。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。はい。お、大丈夫です。いや、この辺は、うん、モンテローザ。うん、これはモンテですね。うん、まあ、これ。配信できるとこ、ちょっと選びましたよ。うん、
本当だったら今日はあの上司社長いるから高級の料理店に連れてってもらうからって俺に思ったんだけど、もう行ったやんもう行ったぞ、2軒目だぞ、すいませんそんなすいません、いや、いいけど酒飲みに来たんじゃん、なんか久々に飲んだ、久しぶりに飲んだんですか。そう、なんかね、8月に体調を壊して、1週間飲めなくて、そしたらピタッとやめれた。でも、そっから飲もうと思って飲んでも一口で終わっちゃうから、あったよね。でもたまに飲みたくなる。家、家を起こしたから、飲めない、食べれない。マフ1万8000人だよ。1万9000人やばい。やばだってダウンするんじゃない、1万5000人でダウンしてないの。なんかサーバーダウンしてるんですね。サーバーダウンしたらこっちもダメになるの。重くなります。へぇ、配信してるから全然重くなるんですよ。何をやってたそんなの。なんかアーティストやって CD 出したから、それでなんかオリコン1位。オリコン1位、えオリコン1位、1位だ。あ、切れたもん、終わっとる。切れたっすか。なんかそれで、まあ、一覧が出てるっていう話をしました。ありがとうございます。累計の閲覧6万人だよ、一瞬で。やばいっすね。30分で累計6万はやばいっすね。ここやばいですね。あらなんかゴロゴロしてますね、やばいっすね。そう、だって芸能人でも無理ないっす。ダメっす、なかなかないっすよ。そう、藤田ニコルとかそういうやつで。そうっすね。あいた、プラスなどお酒いたします。あ、よろしいですか。はい、ありがとうございます。金牌さんはなんか閲覧50万人ぐらいの目指すらしいですよ。50万人なの。頭おかしいよ。どうなんだろう。金牌さんでも多分今配信してるのやばいですよね。多分あ今はね、超ホットだよね。時間帯、そして大手さんが気使ってくれて、うまくやれば、空気読んでくれればみんなが。で、多分そこで便乗するやつ。そうそう、便乗じゃなくて、便。あっ。便乗太郎さん。KP。カル君好き。俺あのもうちょっとギラギラしてほしいですね。もうあの当時の配信者の、俺でもギラギラしてるよ今。マジですか。全然。まあそれは多分大人になったんですね。多分芯っていうものに、なんですか、うちに多分燃やしてる、秘めてるのがめちゃくちゃ熱いものがあるんで、僕は多分表沙汰にまだ出すような感じなんで、発散して、そこの違いだと思うんですけど。いや、あのね、才能あるタイプじゃないんだよ俺。いや、僕もそうっす。いや、あるあるある。いや、ないっす。パワー、あのね、花があるんだよ、光くん。花っすか。花があるので、花ねえんだよ俺、それが分かるんだよ。花っすか。花がある。花ってなんだろうな。要はね、俺ね、光くんの枠見て好きになったのが、あのね、なんかベロンベロンに酔っ払って俺はよ、みたいな身の上話し始めた時の回があって、で、俺には配信しかねえんだよみたいな。う、ね、もう単純に言ったら管巻いてんだけど、かっこよかったんだよね、すごい。あ、マジか。それが、あ、好きなんだなっていう。そうですね、配信はもう好きっすね、心底。そうそう、かっこよかったね、あれは。でも、最近思ったのが、そう、喋るタイプか、自分が雑談をするタイプなんだけど、あのね、言葉じゃない配信は。言葉じゃない。ない。あの、で、配信はっていうか人間は。はい。それ思った。なんかね、なんかもっとね、もっとパワフルな言葉は道具なんだよ。それを伝える。なんかそんな感じだし。
なんだかんだ言って、そうやって言う、あ、いいね、わずさは熱いっすね。DM 来たから。あああ、松村美美ね。それ。どうなんだろうね。和道さんを当時のギラギラさせるためには、今からもうキュッといって、覆面を一緒に取りに行くしかないんじゃない？今から謝りに。そしたらギラギラ取るかもしれない。いいよ、別に。大丈夫ですか？いいよ。一斉踏みしますよ。僕のドラマで配信を変えて。もう二度と、僕公言しますから、絡まない。もう二度と絡まない。ずっと公で言ってますからね。まあ、一斉踏みでいきますよ。まあ、僕、第二の金梅なんで。まあ、金梅の意思を継ぐのなんで、消えろ。その当時の和道さん見てみたいな。いや、すごいですよ。YouTube に上がってますね、いっぱい、多分。YouTube やってますよ、おじさん。伝説がとか。悪名です、悪名。悪名ですか。だって あんま言いたくないですけど、ニコ生の配信で誰一人も絡まないんですよ。すごくないですか、和道さんと絡まないっていう。うん、そう。多分俺と絡むっていう人がほぼいない。ロアコさんぐらいでしょ。そう、本当に。ぐらいですね。うん。そう。いろんな、それ嫌われてるからなんですか。いや、食われちゃうからなんですか。いや、わかんないです、僕に。そうそうそう。はい。でもなんか和道さんぐらいだと自分なりの見解とかがあるかなっていう。まあ全くないですね。まあ、僕あんま他人に興味ないんですよ、全然。まあ、言わせとけばいいやと思って。うん、頭いい方じゃないんで。まあ一緒ですね、そしたら。うん。そうそう。僕もモテさんに嫌われてるんで。悪名ありますよ、僕は。うん。ツイキャスで。いくらでもちょっと悪名しかないでしょ。そうっすね、もでもそんなもんなんだよね。そうっすね、そんなもんっす。あ、でも当時思ってたのは、その誰も見ない、誰も知らない、誰にも相手にされないぐらいだったら嫌われてた方がマシだと思ってた。あ、それはそうっすね。いや、マジそうっすよ。マジそうっすね、確かに。うん、なんだろうな、なんですかね。だって未だにみんな嫌ってる金前さんとかに僕は絡みたいですよ。ん、関わるなとか、金前さんとかに。うん、だってなんで、なんかそのやっちょくんとかもそうですけど、いや、なんか暴れてからそうやって近づこうとするのかなって。いや、その時暴れてる時に行けばいいじゃんって。そうするためにって。だから全然意味わかんないのが、その絡むなとか、あいつはどうとか言うけど、そうそうそう、俺そういうのが嫌で配信始めたの。そう、そうです。僕もそうですよ。そう、なんかその自分の居場所を作るために始めて、でその自分が一番輝ける場所を作るために配信や始めたわけだ。だから誰のなんていうの、信頼できる人とか仲のいい仲間とかの言うことは聞くけど、それ以外の言葉を聞きたくないから俺やってんだよね。そうそうそう、だから全然アドバイスを聞かない。だから今回の件でやっぱ金梅さんに会いに行かないでって言われるんですよ、僕。だけど、あの、関与しないよって、うん、その、つまりの、まあ、人間として、だったら、うん、そう、妻にある金梅さんじゃないですか、うん、人としてだったらね、うん、で、カップルの話じゃないですか、うん、で、僕は関係ないと、うん、で、配信者としても、絡みに行ってもいいけど、うん、ただ単の正義感強い、金梅に会いに行くっていう、金梅さんのネタにしか思ってないんじゃない、うん、っていう話になるじゃないですか。だから俺はこう、とぼり冷めてからでいいよと、うん、ただの正義感をきたしにしてる、あの、うん、それこそ売名やろみたいになっちゃうじゃないですか、うん、僕はなんかそういうのしてくれないんで、うん、非異性を使え、うん、ていうかなんかぶっちゃけた話、流行り廃りみたいなのが激しい世界じゃん。激しいですね、この業界って。そうそうそう。で、なんかそれに振り回されるのがなんかダメだなと思って。絶対に絶対にだよ、もう本当に天に選ばれてて、本当に気持ちが入ってて本気でやってるやつが絶対いつか評価されると思ってるの。いや、間違いないです。間違いない。だからその、なんつうの、その
ワーキャーしなくてもいいやっていうのが、もうそこはぶん投げようみたいな。確かにギラギラはしてないかもしれないけど、もう本当に本当に配信が好きで、本当に配信で飯食おうと思ったんだけど、やっぱ3年目で気持ち折れちゃって、なんかこう3年以内に飯食わないとダメだと思ってたから、だけど今はなんかゆっくり確実に着々とやんないとダメだなとか思ってて、俺本当にヒカル君好き、俺マジで好きだよ。結構2人だけだよね。だからなんか声かかったら絶対動くっていうのは配信では2人だけ、川崎陽平とヒカル君だけ、それ以外別に検討しますみたいな感じだけど、ヒカル君が何かやろうって言われたら、あ、やるやるっていう。嬉しいっすね。でも結構言ってるよね前から。気合うっていう、なんつうんだろう、俺本音で話さないやつ嫌いなんだよ。建前とか大嫌いで、そうですね、でもう分かるんだよね、それ本気で喋ってるかどうかって。で、なんつうんだろう、本気で、俺別に本気で喋れるんで、いつでも喋れるの。別に酔っ払ってなくても、そのなんつうんだろう、これシャブ打ってんじゃねえかみたいな決まった状態で喋れるんだけど、なんだろうな、なんか本気で聞いてるやつに本気で喋りたいし、本気で話してくるやつも本気で聞きたいから、そんな感じだよね。お箱かわいそう。でじゃあどういう意味でそれはミレちゃん、ミスズ、ミレかな。どういう意味でロハコちゃんかわいそうって言ってるの。逆にそうやって言うってことはロハコちゃんがかわいそうで、逆に熱弁してる光を見てるみたいな。まあ同じタイプです、僕もいつも熱弁炎上した時に同じ感じの熱かったみたいな、じゃあお前がやってみるよって言う。で別にさ、人がバーって集まってるのってそれはファンじゃなくて、要は警察に捕まってるそいつが見たいわけじゃん。別に誰でもいいわけじゃん、金梅さんじゃなくてもヒカル君じゃなくても俺じゃなくても誰でもいいんだよ。警察と何かやってる人みたいのがあって、その人、そうそうそう、だからその人の言葉も聞かないし、別に誰でもいいからオナニーと一緒なんだよね、俺からすると。だからあんまり好きじゃなくなったっていうか、なんか自分がそれをずっとやって1年間で、まあ悪名ばっかりになって、で結果なんだろう、内容がない、なかったから、意味ないなと思って。全然川崎と光だけ特別し、ロハコさんは、あ、ロハコさんの立場、俺は本音しか語らないですよ別に。じゃあロハちゃんはとかじゃないじゃん。じゃないよ別に。今だって俺と普通にね、ね、和藤さんに話してじゃあね、じゃあね、じゃあ本音、だからそれって本音を聞いてないんだよ俺の。じゃあ建前が聞きたいんでしょ、でしょ。だから結局そういうプロレス的なの俺は嫌だっつうの、もうくだらないっつうの、そういうの。誰々くんはかっこいいよね、誰々くんキモい、誰々くんしゃべりうまい、そういうのいらない俺は別に。自分のしゃべりたいことをしゃべるために配信やってるから。ヒカルは嫌われても突き進む行動力好き、かっこいいよね。ミレさん帰り大丈夫なの。クミタンはじゃあ大丈夫じゃなかったら配信消してるから、まずね。で大丈夫だったら配信してるから、大丈夫だから今配信してるんだよ。でいいよ、暑くなった時の配信者は2、3分いてみんなあったかい目で見てみる、こいつ何言ってんだよぐらいでいいんだよ。で今まともに受けなくていい、暑くてもまあね、受けてもし、なんか分かってくれる人だけでいいんだよ。そうね、それだけ見ても全然なんか、なんだろうな、その、なんだろうな、なんだろうね。あ、いいっす。あ、いいっす。うわ、出た。シャック、うわ、出た。闇将軍のね。おい、シャックン。お前、宮城行ったらちょっと会おうぜ、俺と。俺、シャックン、闇将軍、シャックンの動画配信見てるからね。クソ面白かったわ。さっき、
3人ヤミーと話してる時になんかヤミーにシャックン面白いよってシャックンの動画見てたら、そう、うん、ヤミ将軍、シャックンに出てくるからその動画配信が面白くてそれを紹介してたみんなに、うん、クソ面白いですよこいつっつって、うん、あシャックンシャックン、宮城行ったらコラボしようぜ。なくなっちゃった。ん？なくなっちゃったシャックン。これでちょっと怒ったかな。その僕の枠でバーって流れた時に自分の宣伝バーってしてて、それ以上やるとバーになっちゃうよっつって言ったらいなくなっちゃった。闇将軍のディスニーコメントをバーやりながら連投は追加さダメだよ、うん、はい、あ、シャックね、お疲れです。いつか和道さんに聞いてみたいことがあります。今聞けば何なのそれ。そいつか何いつかって死ぬぞお前、明日死ぬかもしれないんだぞ、うん、人間って北海道12月行くよ。今聞いた方がいいと思う。じゃあ和道さんに聞きたいことあるの。逆にね、逆にどうでもいい質問だったら逆に怒るよ。いつか聞いてみて、すげえなんかこう大事な話みたいな感じになってるけど、いや大事な話じゃないんだよ、どうでもいいんだよ。あ、逆に逆にだって本当に重要な話ってすぐするもん。確かにそうですね。確かにそうですね、どうでもいい話なんだよ、大体こういうのって。今でいいですか、毒っぽく聞こえるから。いや、かかってこいよ。あ、どうぞどうぞ、いいんじゃない、ちょっともっとプレッシャー与えてあげて、みんな。この人だって散々閲覧数とか思ってね、ニコラマで名前があったのに関わらず何回もアカウント消して自分から自ら、だっていつでも作れるもん、絶対作れるって思うじゃん、うん、で、作れるよ俺、全然余裕で作れるんですけど、うん、でももったいないっすって。でもそれほど、うん、加速してるんですよ今。ああ、その放送業界が。そうっす、だって当時有名だった人が今100人とかってザラですからね。おそうっす、今加速してるんでダメですよ、うん、僕はもうそれ経験したい。ちょっと、いや、だから結局その結局ね、結局でもね、もうね、はっきり言ってね、今何言っても俺は負け、遠吠えなの、負け犬の。いや、遠吠えじゃないです。いや、いいのいいの、遠吠えでいいのじゃないです、遠吠えでいいの。そういう感じで言ってほしい。いや、要は、俺は遠吠えだと思っちゃなくても、ビール足んないんじゃないですか。あ、いただきます。だんだんやっぱエンジンかかってくる、ね、エンジンかかってくるね。生主は飽きるから新しいのができたら使い捨てだよ。そう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 、その通りなんだよ。それでいいんだよ。だから生産者全くするんだよ。ウーロン茶一つ。あ、ビールください。ビールを一つ。何二つ。はい、二つ。うん、かしこまりました。つまみ大丈夫ですか。なんかいいよ、頼んでんだ。なんか頼みます。あ、いらないです。ビールいただきました。怖え、これからがビールオンリーになる。タバコ買ってきて。買ってきて、うん、あ、タバコ買ってきていい。あ、僕が買ってきます。じゃあ、いい何ですか。いや、マルコさん、俺行くよ。いや、僕が行きます。じゃあ、違うです。ここだってワートさんの配信。じゃあ、ここはそ、違う、自分の自爆を大事にしないんですよ。だって囲いがいるんですよ、ちゃんと30人だから。そこ大事にしないとダメなんですよ。あざっす。いや、ほんとダメですよ。あざっす。そこだけです。あ、いや、いいよ。じゃあ、一緒に行こう。いや、ダメですよ。逆にダメ。逆にそう、行ってきます。なんすか。あ、買ってください。いや、同じだよ。いいさ、うん、あるか。これいいっすか。うん、一つは何かをやりたく遂げたことってありますか。お店も何かのおばさんの映画もやり遂げたのかしら。あー、やり遂げてないだろうね。うん、ただやり遂げてないかもしれないけどね、これだけは言えるよ、俺はやったよ、うん、やり遂げてはいないだろうね。俺が望んでる世界とか俺が手に入れたいものは手に入ってないよ、うん、ただ一貫してブレてない。一つのもの、その手に入れたい形は変わってるかもしれないけど、やり方は変わってるかもしれないけど、やってるね、今でも俺は、うん、動いてるよ。でやってないやつに言われたくない、うん、
この服、この服ね、サニットっていうともう潰れちゃったからね、どこにも売ってない。うん、ビール何杯目だろう今日。富士子の店で4杯ぐらい飲んで、10杯ぐらい飲んでんのかな。うん、うん、強いっすね酒。いやいやいや、全然全然酒強いっす。全然強くないっす、ね。うん、ウーロン茶でございます。はい、ありがとうございます。なんかね、そのじゃあ結果出したことあるのっていう話になってくると思うんだけど、聞きたいことって。でもあの結果を、結果なんてものはつうか、なんつうんだろうな、うん、結果出してないでしょ現状だから。もうジェットコースターだから、山あり谷ありで。でもね、後悔は一個もないからいいかなと思ってんだよね。谷でも山だろうが何だろうが言ってること変わってないから、うん、酔ってないね。広角レンズ使ってる、うん。起承転結、和道は起承転結の部分がどれも完結されてないんで、うん、うん、まあなんだろうな、まあいいんじゃない。そう思うんならそうなんじゃない、うん。俺はなんだろう、俺は別になんだろう、自分のシナリオを自分で書くから、うん、人の評価なんか気にして生きてねえわ。人の評価なんか気にしてない。俺はやりたいことやるために生まれたから。人間は自由になるために生まれてきたわ。知らねえ、誰かがそう思ってるんだったらふーんで終わりだから。だから好きにしてください。別に好きに評論してください。僕はプレイヤーなんで。これから出ますから。これからも過去もこれからもクソもないよ。今でしょ本当に。生きてる間に消すればいいんじゃない。っていうか、あの一番嫌なのは自分のやりたいことがあって理由をつけてやらないのが俺は一番嫌だ。絶対に耐えられない。絶対後悔するから。好きな女がいました、告白できませんでした、一生引きずるかんな、一生引きずるかんな。それはだけど告白しました、あなたのことが嫌いです、振られました、その時ショックかもしれないけどそれは OK なんだよ。いつ買うの、今でしょ。だから宣伝しないでください、グッズを。だと思うよ。だから別に何だろう、じゃあ俺の人生何知ってるのって一番ダサいからあんま言いたくないんだけど、俺の人生何知ってるのと同時にお前の人生知らないんだよ。だから面と向かって言えよ、言いたいことあるんだったら来いよ。こう酒飲んで目見て話さないで何が分かんの。配信スタイルそっくりっすね。何が、そう全く一緒っすね。うん、好きな女に男がいたら知らない、関係ないの。俺が好きって言うだけだから、あとはその女が決めることなんだよ。奪うとかじゃないの、好きなことを伝えればいいの。それを奪おうとかどうとかないんだよ。他人は変えられないんだよ、過去と未来と自分しか変えられないの。でしょ。3枚目リスナー光るいる、光るリスナー光らん、完全にスタイル一緒だよ、まあ、一緒っつうか似てるよね。ああどう、暑いでしょ和藤さん、うん、ねえ、へいへい、ああ暑くない、一緒だよ、うん、好きだよ俺。だから俺がその言いたいのは、もう落ち目の時なんか俺地獄何回も見てるから、
あの経営者やってた時もすごくだったし、仲間ね、仲間を裏切っちゃったこともあるんだよ、逮捕されて。その時も地獄見たし、塀の中で2ヶ月半ね、本当何回もあるよ、本当に死のうと思ったこともあるし。だけど結局ね、配信がどうこうとかじゃないの。もう結局化けの皮剥がれんだよ、演じてると。もうくだらないんだよ、そういうの。だから俺は別に、ただ自分の人生を垂れ流す装置なの、ツールなの、配信は俺にとって。だから本気じゃないやつがいたとしても見てもいいけど、別に本気で見てるやつが欲しいだけなの。俺はそいつと手を組んで何かをやりたいの、そう。だから別に適当に見てるやつとか適当な質問してるやつだったら俺の放送見なくて全然構わないって言ってるの。俺はだから今その仲間がいて、放送で出会った仲間たちがいて、そいつらと毎日楽しいのよ、毎日感動してるの。そいつらとね、電話するだけで、メッセージするだけで最高なのよ。そうで、新しくそういう出会いを求めてやってるんだよ、本気で熱いやつらを集めたいだけなんだよ。だから大手だとか過疎だとかトークスキルだとか全然興味ねえわ、はっきり言って。俺はね、じゃ全く一緒だよ、考え方。松村に結局ね、結局あの本気のやつらがガーって、組織ってピラミッドなんだよ。必ず人が集まるって絶対にピラミッドなのね。外圧からは、外圧とか叩きとかアンチ行為っていうのはギュッと強くなっていくから、結束が固まって中が強くなるだけなんだよ、密度が上がるだけなの。だけど結局仲間を大事にできないやつとか、そういう信頼してるやつを崩したらピラミッドって内からの力に弱いの。だから俺は外圧なんて全く気にしない、俺らが強くなるための道具だと思ってるから。まあでもあれですね、少数派は勝つ。どうなんだろうね。いや、少数派は何が強いかっていうと、固まってるから強いですよ、うん、いや、あのね、少数派っていうか、だからクレイジーなやつが俺世の中動かしてると思ってて、はい、200年前だよ、200年前に空見てさ、空飛びたいって、飛行機なんてないんだよ、絶対ないでしょ。その時に俺ら二人がいて、空飛びてえなって、飛ぼうぜって周りの人から総バッシングだよ、バカだ、気が狂ってる、クレイジーだ。でも今俺らが飛行機があるのってそいつらのおかげなんだよ。そうですね。でしょ。だからクレイジーなやつが世の中を動かすと思ってるから、うん、だから狂ってて当たり前なんだよ、まあ、非常識で。そう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 、だからそう、だから常識って、要はアインシュタインはこう言ったの、常識っていうのは18歳までに集めた偏見のコレクションだって言ったの。一緒だ。でしょ。そうで、さらに言うとね、あの天才とか偉人とか言われてる人の常識って非常識なんだよ、全部。そう、超人の非常識をやってる。だからでもその非常識が今の常識スタンダードを作ってるんだよ。だからこれなんかテレパシーだよ。まあそうですね、見たままでしか分かんない。そう、そう、これ当たり前だと思ってるけど、俺は当たり前に使ってるんだ、スマホ。でも7年前からしたらテレパシーじゃん、ありえないことなんだよね、うん。だから別にいいんじゃん、ありえないことで。ただその代わり死ぬまでやんないとダメだと思う、バカな人間は。非常識は中途半端にやったら終わりだから。何か新しく始めようと思った人間は、あれなんですね、変人だと思われて当たり前なんですよ。当たり前ですよ、バカが殺されてくる、顔はアンチされてくる。だから同じこと言ってて、全く同じこと言ってて、ずっと僕も配信で、同じこと言ってて、ずっと。だからここにいる 99% はおそらく凡人だよ、うん、でもだけど、うん、でもこの中にとんでもないクレイジーなやつがいると思ってるよ俺は、うん、その一人だけのために言ってるから俺は、うん、それ分かるよっていうやつだけに言ってるの。100人相手にしてねえんだ俺、たった100人のうちの1人しか相手にしてねえから、うん、そのうち気づくぞ、死ぬ時に後悔するんだ。そう、うん、気づけ。まあ俺がリスペクトするあの目の前に上司さんがいるんだけど、完全にあの言っちゃってるからね、クレイジーだぞ、クレイジーで。そう、それぐらいすげえんだわぶっ飛んでるのも全部考えもなんかも本当に超クレイジーだ。
ダメだな、ニコ生ってこうやって煽るとバンバン叩くんだけど、キャス違うねノリ。煽り芸やってるつもりなんだけど、お前おかしいな、コメント悪いな。逆にみんな、どうしたお前ら、ちょっとニコ生の畑だからやりづれえな。いやでもこれね、あの僕も最近気づいたんですけど、閲覧500人とか600人でも真面目な話するとみんなシーンってなるんですよ。シーンってなる、シーンってなる。なんで500人でコメント止まるのってんじゃん。うーん、まあ、これはまあでもそうなんですけど、ね、聞いてるのかな。まあ、真剣に聞いてくれてる、まあ、リスナーさんが多いってことですよね、そこだけ。要はだからさっき金梅さんの話してたじゃないですか、ニコ生で金梅さんがリアトツじゃなら誰も来ないっていう話を、ツイキャスだったら人が来るっていう話と一緒だと思って、ニコ生の発信者は慣れ合わないっていうスタイルなんで、慣れ合わないんじゃなくて、要はね、自分が自分がなんだよ、みんな。要は俺のリスナー、俺の、うん、だから売名させない、くだらないよ。もう時代は変わってますよ。時代変わってんのかな。変わってますよ。だからリスナーさんもそろそろ変化しないといけない時だと思ったんです。だから配信者も進化する。俺変わってないと思うよ。あ、僕。うん、違う、時代は。違いますか。変わってないよ。でもあの配信者も成長する。変えるのあなたでしょ。まあその配信者です。だけどリスナーともに成長しないといけないんですよ。うん。あのね、あのね、人間って本当に本質変わってないと思う、俺、うん、だからイノベーターなんだよ、オピニオンリーダーの。だから引っ張らないといけないんだ。そう、絶対。だからヒカルくんに多分夢を見てんだよ、ヒカルくんのリスナーを。でしょ、うん、でしょ。でも結局それ傍観者だから、ヒカルくんに会いな、一緒に飯食いな、ヒカルくんの目見て聞かないと意味ないよ、うん。結局 AV 女優でオナニーした数って抱いた女の数じゃないからね。でしょ、ヒカル君とセックスしな、ちゃんと、うん、じゃないと人生何も変わらんぞ、うん。なんだろう、コメントが流れないな、本当に。まあでも僕よく言われるのはまんまですねって言われるんです、うん、それで終わるんですよ、うん、で一回会いに来たリスナーはもう二度と会いに来ない、うんうん、別に何も下手なことやってないですけど、うんうん。アイテムも投げず言いたいこと言ってすみませんでした。何時間後。いや、アイテムいらない。いらない、別に。あのね、勝手にくれるから。うん。いらない。困ってない。悪いけど。アイテムくれとか。うん、いや、俺はいらない、いらない。って思うじゃん。ダメ、ダメ。じゃあ、和藤さんが今声俺はくれって言わないから。そう。違う、違う、違う、違う。違う、違う、違う、ダメ。あのね、それ、クソダセーから。あのね、違う。あのね、結局ね、与えてたら帰ってくるから、絶対そうなの。与えてる人間はみんなリターンがあるの。みんなギブアンドテイクだからダサいのよ。もうテイクテイク、くれくれでしょ。ちょっとカッコつきないですよ。いや違う、絶対違う。与えてる人間は絶対帰ってくるから。絶対そう。俺は死んでもくれって言わない。俺の話をとことん聞け。絶対響くから。だから俺の放送を見ると洗脳されるっていう。配信者だな、本当に。俺の放送1ヶ月聞いてみろ。うん、つまらなかったら切ればいいから、いらねえから。光がセックス込めますね、有効落ち着け、うん、そう。俺だからお茶くださいって配信で言ってないでしょ、始まってから。まあ言ってないですよ、嫌なんだよ、振り込めも嫌なんだよ。でも俺和藤さんにちょうだいっていう、今やコラボだから俺自由に言うよ、うん。和藤さんはそう言うけど、あ、俺は和藤さんを上に上げたいから、みんな、あの、みんな会えてみたいに。お前ら、超いい、超いい言葉を教えてやるよ。イエス・キリストが一番最初に、ね、言う言葉を教えてやるよ。こうやって言うんだよ。リッスンって言うの。イエス・キリストって、弟子たちとか信者の前で何て言うかっていうと、全員の前でリッスンって言うの。リスナー、聞け。聞けなんだよ。心開いて聞いてるかって、目見て聞いてるかって。なんかしながら聞いてるやつ全員ダメだ。才能ね、消えろ。才能ね、マジで。人が本気で喋ってる時は耳開いて、心開いて、目開いて、全部で聞くんだよ。体感しろっつってんの。で、そんなのくだらねえから会いに来いっつってんの。オフ会でもなんでも、うん。大丈夫です。今見てるのは僕のリスナーさんもいるんで、うん、和藤さんも上に上げたいんで、みんなコメント、うん、せずに、コメントしてないやつら潜ってるやつは全員入ってもらえる。これはでも、和藤さんの意見と僕の意見はまた別の。いや、あのね、ダサいとかダサくないとか、いや、ダサいよ。ダサいダサい。違う、はい、だって今だって僕は、うん、もうアイテムくれなんて一言も言ってないですから、アイテムありがとう、アイテムありがとうしか言ってないですだけど、違うです。これは僕の、なんだろう、別に
見るつもりもないし、何もないですけど欲しいから、今なんだろうな、まあみんなに優しさですよ、リスナーさんの、僕のリスナーさんの、いやもうね、あの、え、リス、ワドさん来てください、行くよ、行くよ、全然行く、みんなに会いに行くよ、うん、っていうじゃないですか、僕も最近めんどくさいですよ、あの、北海道来てとか、どこどこ来てとか、うん、そんな行けるはずないじゃん、実際と。でも行こうと思って全国47都道府県旅してるのに、うん、行ってるじゃん、そう、まあ行ってはいるんですよ、うん、だけどどこどこ来てってるのに交通費もかかるし、実際金ないしみたいな、みんななんかそれ自分のことしか考えないじゃないですか、リスナーさんも、いやそれでいいんじゃん、自分のこともっと考えろよって感じだもん、もう行ったよっつって終わるんですよ、うん、いつか来てくださいねって分かった、いや結局人間って自己都合で生きてるからいいんだよ、半端にやると良くないんだ、半端にやると、ココさんありがとうございます、ありがとうございます、で、俺は ヴィンセント・ヴァン・ゴッホ好きなのよ、俺ゴッホ好きっすよ、ゴッホ好きなのよ、そう、別にあの、なんだろう、いいんだよ、それともう終わったら仕事行くねっつって、仕事してた、お疲れ、もうあのさばいての客、っていうのも多分ワドさん好きじゃない、何が、いや分かんない、うん、いや俺嫌いだったら嫌いって言うもん、うん、まあそれが気に入らない時は気に入らないって言うし、うん、終わったら LINE するわ、いやいいよ、もう寝ちゃうもん、ね、先ほど今日俺ワドさんと2人で飲むのあったっぽいなと思う、あそうね、あそうだぜ、いいよ付き合うよ、なあいらないんだよ部外者、オフパコなし、この時間帯にあのポツしたいって言いますか、浅井さん元気だよ、浅井さんとニコ生で今朝コラボしたから見てみて、うん、浅井さんいるよ、元気だよ、あ、なんだろうな、あのなんだろうな、俺は別に今でも熱いよ、ドラム叩かないんですか、最近見てない、ドラムね、叩いてないね最近ね、うん、ドラム叩いてない全然、ドラムはいいよ、あのバスドラムの音って心臓の音なんだよ、うん、生の会場で聞くとね、心臓突き動かされるみたいで気持ちいいよ、コート内っすよ、都内都内、浅井さんに明日来てって言われた、おお、よかったじゃん、うん、あのね、なんだろうな、なんだろう、多分みんないくつぐらいか分かんないよ年齢、俺はおそらく年下だろうと思って言ってるけど、年上でね、この中に見てる人の中にさ、そのすごい人もいっぱいいるしさ、あの実績残してる人もいっぱいいると思うんだけど、もしその若い子で悩んでたりとか、そのいろんなことでね、うさ晴らそうとしてる子がいたらね、あの言っとくけど、あの浅井さんトイレ行ったっすか、行ってないよ、面白いよね、ここの笑う、やばいっすよ、宣伝長、そうなの、なんで、いや、めっちゃ笑います、マジで、うん、今ちょっと3000円分払ってないけど、あ、マジっすか、髪型変えましたね、あのね、絶対にね、どん、あの世、あの生まれ変わりなんかないからな、人生1回だからな、で、冷静に考えろよ、1分1秒後に死ぬ可能性あるからな、本当に残酷だからな、人生って、やりたいことやれ、うん、誰のせいにもすんだよ、あの、ごめん、お前、すぐ女の人に言うと、焼くけど、言うわ、社長と上司から俺が遅くなってる、3年間、焼くだろ。もう3年ですよ、ね、はい、長い3年経ちます、すごい信頼関係だよね、ずっとさ、ね、散々僕も散々やっぱさすがに並んかこれで、うん、ずっと投げてくれた、しまったサポーターになったから並んでなくてさあ変わったよね、やり方ね、分かんなくてやってもらってえ、投げ方
あの、お皿投げるとポイントみたいなのが。あ、変わったんですか。投げる方も新宿だよ。なんかでもそれだけじゃなくて iPhone 自体の更新も変わってますよね。最近通知とか更新すると通知がなんか変で iPad はそうだ、うん、これ最初の作詞だと思うけど iPad は違う。邪魔はいらないとかじゃなくて本当に会いたかったら理由なく今ここにいるから来いよ。グダグダ言ってないでで本当にダメだっていう空気を察して帰ればいいじゃん。あ、本当にダメなんだなっていう、うん、だから理由をつけるのはダメだよ。ダメって言われたからやらないとか意味わかんない。仕事中やもん。知らんそんな。とりあえずあの里はいいですよ。あんま仕事でめんどくさいんで毎回知ってる知ってるみんないろんな大手配信者だと思うんですよ、うん、どうでもいいっすおい、わかつ姉ちゃん KB、ワードさんも配信でのなんか得意分野ないですか。俺、はい、俺多分雑学だったら多分誰にも負けないだろうね。雑学、うん、配信会で言うなら。なるほど、うん、ワードさんみたいなタイプをキャバクラかガールズバーに連れてったらどうなるの。俺女買わないもん。じゃあまあ買う買わないなしに、うん、どういうトークをするのかな。いやだから話さない。行かない、ガールズバーとかキャバクラとか。マジですか。行かない。なんで女に金払うのって。だって俺が金もらう立場だから。マジですか。当たり前じゃん。なんでつまらない話聞いてつまらない時間に金払わないといけないの。わけがわかんないの。俺は金、俺が喋って金もらうために俺配信始めてんだよ。まあそうっすね。でしょ。まあそうっすね。そう、金も女も名声も全部手に入れんだから。なるほど。まあそうっすね。買わない女は。ジャック・ダニエル毎日飲んでたね、うん、あ、俺3いらないよ、ワドーでいいよ。かっけえ。でもそうやってかっけえっていうワドーさんをキャバクラかガールズバーに連れてたらどうなるかって。だから喋んなよ、ほんとに。面白そうじゃない。かっけえ。じゃあ待って、じゃあ俺も今後一切あの女の子と喋んないから。じゃあ女の子リスナー の、 あのコメント一切読まない、うん、どうすか。どうすか。ワドタンでも全然いいよ。てか女性配信者しかコメントないですよ、うんうん、ジュース今日から話しとったな。伝わらずしょ。キャバ嬢困らせよ。てか誰が男でも女か分かんないですけど。うん、お前、うん、ワドって言ってる。全然ワドでいいよ、うん、だっていいじゃん、配信上だもん、うん、普通にワドさんワドさんって言ってるし、何かあると、うん、なんか足りない知識だったらよろしくお願いしますっていう話もしてるし、うん、いいじゃん、だって配信上だしさ。うん、アイカいらっしゃい。で逆にワドさんにもあの3番目ヒカルはあのここがダメなんだよみたいな言ってほしい。いや、あのね、人間ダメなところもキリないよ、言い出したら。まあ、キリないですね。お互いでも、それは絶対キリない、うん。むしろ悪いところがいいところぐらいに思わないと、まあ、人間付き合いできないでしょ。お互いそうそう。そうそう。それ、なかなかのランナーもやもんや。女の子しかコメントしないもんね。ちょ、潜ってる男性陣どこ行った。前に 自宅遊びに来てたね。あ、そうだね。そこ配信待ちなんでしょう、たぶん。まあ、今回はどうなんすかね。配信ってことだったね。僕はなんか和道さんみたいなちょっとお堅い方をガールズバックキャバクラに連れてって。あ、そっか、いいか。そうでしょう。お外配信で、でも伸びてきたの80。
ちょっと画面壊れてバキバキすぎて分かんないそうバキバキだよね全然コメントがさっきから見えないじゃん無理って思い出ごらないシャープなるほどねだワードさんは今配信者として腐ってるよぶっちゃけもったいない、うん、なんかヒカルがサインしたリスナーの所有物を放送主が消したら怒るって入ってるコメントであ、全然いいサトシ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 ですか誰ですか、うん彼氏がさサインしたリスナーの収入をああそれあれだあの子じゃんユカチでしょ多分おそらくいや全然怒んないよだってあれネタでしょユカチに関して俺言わせてもらうけどユカチとブルちゃんブル君か多分おそらくそれだと思うんだけどあ王女さん王女さんありがとうございましたすいません最後いなくてそれに関してはあの今回だからブル君の件で TJ が電話かけてきて俺は TJ に喧嘩売ったんだけどでユカチだと思うんだよおそらくでユカチはその次の日に俺にぶっちゃけヒカルさんに渡したいものがあるから午前中会ってもらえませんかって言って朝7時から配信してたの俺ねあの寝てなくて全然でそれをゆかちからの連絡を待って配信 NG がいいって言われたんだけど全然連絡も待ってこないし結局だから売名だったんじゃないかなって思う部分も正直あったんでねああだから別になんか消してもなんでもいいんじゃないって思うだってそこまでなんでしょ結局それが誰かの意思かもしれないし多分ゆかちだろうね、それだから何と言われてもいいと思うよこれいろんな経緯があるで俺はまあ基本的に何も言わないけど言われたら言い返すからね、倍以上やられたらやり返すよそれは昔からのスタンス、閲覧が少なくてもとりあえず嘘つくやつ大嫌いだから基本的に裏表関係ないしどいつの頃からリスナーも配信者もそこは素直に言ったから俺はそれが俺の見え流行ってたスタンスだから全部ありがとう。サトシは先生で。でも家帰っちゃうわね。つい最近だと。三倍目ヒカルくんは三つヒッターだけど。でも僕29の代ですね。28なんですけど早生まれたんで29。ネットに年齢はないよ、うん、夏の AB さんのことだったんです夏の海老蔵海老蔵の時俺サインしてないよサトシしたっけサトシ夏ってどういうことサインしたっけ俺別になんかそういうの起こんない消してくれむしろだってサインなんてないもんもともとそれでサインがないのにサインしてくださいって言われたらサインするしかないじゃん佐藤ひかるとか適当な本を書くしかないでしょ地平たくそうですけどつって逆にじゃあサインをまあ最初から強要しないでほしいっていう感じでサインくださいサインくださいって言わないでよリスナーさんもサインはもらわない方がいいぞサインもらった瞬間にその人になれなくなるからな本当に好きだったらサインもらうなステッカー買うとその人になれるんだよねそうなんですか噂によるステッカーを買うとその人になれるどういうことですかサイン分かった送るよヒカル君どこまで行きたいの？多分僕すごいとこまで行きますよ。どこどこ？いやどこまでじゃないですよ。多分、ね、これはもう配信上で言ってますけど、僕の小学校からの将来の夢が世界征服なんですよ。で現実的に考えると世界征服無理なんですよ。なんで？なんでかっていうとロケット団になれないじゃないですか。僕ポケモンが好きだったんで、それを冗談で言ったけど、なんでならないの？現実的に考えるとですね。なんでその人生の寿命と時間が足りないです。
僕が前に突き進んで やれば多分いつかたどり着くかもしれません。だけどそれをあのよくよく短縮的に考えると無理なんですよ、はい、僕の生い立ちの中で人生の中では絶対無理なんで、誰かにつなげることしかできないですけど、でも僕が海外に行って人脈を今度行って、今日本全国47都道府県回ったんですけど、回った後にちょっと新宿に拠点を置いて英語学んで、それからバックパッカーやったんですよ。そしたら海外の方に人脈されるんですね。で僕はいずれまあ、今までかかってくれてる人たちもね、オンとかも全部ありますけど、いろんな海外の人脈もつながる上で僕が機嫌を万が一削いだ時に株価にちょっと影響が出るぐらいの人物になりたいな、はい、それぐらいの人になりたい、まあ、それで世界征服、僕の夢が達成されるなっていうのが僕の最初の目標です、人生の。これちょっと深いかっこないか、たくそつまんないと思うけど、でも無理だろうと思うやつらが結局なんか閲覧とか上がったりとか、なんかちょっと有名になったりとか名前が知ったりすると結局光ってくるんですよね、そういうやつらが。ああそうだよ、手のひら返すよ人間なんて。そう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 、だから周りの評価気にしてても意味ないよ、うん、まあでも僕はもうできるって信じてる、信じてるとかもうビジョンはできてます。落ち目の時でも、はい、上り調子の時でも言ってること変わんないやつが本物の友達だと思うよ。確か変わらないです。そうそうそう、だから人間ってさ、ほとんど結果しか見えない人ばっかりだから、ビジョンは全部出来上がってますね、うん、確実に見えてんだったら掴めるでしょ、うん、はい、またつでもだってこれはでも俺だけの話じゃないですよ、将来的に今の話はしてるけど、うん、僕に関わってきてくれた人生の中で支えてくれた人たちも一緒に上に上がっていくっていう前提なんで、うん、はい、だから短縮なんですよね、うん、その人生の中で叶えられないっていう、うんうん、僕一人だと多分一瞬でできるかもしれないです、ぶっちゃけ、うん、だけどいろんな関わってくれた人も一緒に上がっていくっていうことを考えると、いろんな時間も費やしなきゃいけないから、うん、多分次の世代に託さなきゃいけないっていう話もあるんですよ、うんうん、はい、でもビジョンはもう全部全て置いて、いろんな人たちのつながりとかも見えて、うん、お世話になってる人たちもいるんで、うん、そういう人たちもいるとこもあるし、うん、僕は全部それは見えてるね、完全に。何このサインがどうのこうのってくだらないの、どいつ覚えてないんですね。光氏のサイン、海老蔵がサインペンでビーって消したのを覚えてて、個人的に嫌だったという話っしょ。光氏が問題のなら、あ、じゃあ分かんないけど、俺海老蔵のサイン消したんだ。じゃあいいじゃん。じゃあ消してよ。あ、ごめん。じゃあ海老蔵に書き直してもらって。じゃあサトシが海老蔵推しだったら海老蔵にサイン書き直してって言っとくよ。それでいい、サトシ。ごめんね、じゃあその時嫌な思いしたな。だって海老蔵に俺ね、ツイキャスで家のさ住所とか電話番とか電話番号とかさ親の名前とか全部晒されてるんだよ。嫌がらせとかも相当受けてるんだよ。しょうがなくない？いいじゃん、配信者なんだから。だって俺だって普通に他の配信者にステッカー買われて、ステッカーを目の前で焼かれたりとかしてんだよ、配信所で。でステッカー配りなよ、売るもやめなよ。いや無理です、そうしないと生活できないです。いやいや絶対できるって。だってどこに住むかですか。いやだからステッカー、ステッカー配りなよ。いやマジで死ぬっすよ僕。いや配信で死ぬのは本も作ってたじゃん。ダサいってステッカー売んの。そんな小銭で。だって家あるじゃないですか。じゃあ家捨ててくださいでしょ。じゃあ47都道府県一緒に旅しよう。いいよ。じゃあそうしようよ今から。いいよ。うん、次広島からなんで。あ、いいよ。で全部捨てて行きましょうよ、うん。いいよ。いやマジで。じゃあステッカーもう売らない。じゃあ売らなくていいんですか。うん、僕支援とかしょうがないですよ。いいよ。じゃあどうやって生活するんですか。いやだから絶対配ってたら帰ってくるから、分かるから。そのステッカー売るって行為で絶対損してるから。損してる、絶対損してる。大きな目で見たらステッカー売る器じゃねえから。どうなんだろうそれ。いや折っていかなかった。配置の仕方にもよるけど、だってそれで自分が何も配信です。俺だって何も使っても振り込まれるもん。いやじゃないでしょ、うん、って言うじゃん。それでもう金額足りないから今働いてるって言ってるじゃん。働いてるでしょ、うん、だから結局自分で賄えないから自分で払う。だから行くっつってんだ。じゃあ負け組じゃん、配信。だから行くっつってんだ、うん、いやだから別に来いよとか言って。負け組とかじゃなくて来るの。で行くよ。じゃあ俺は仕事したくないし、うん、ちゃんと経緯も話してるから、うんうん、だから配信死ねるっつってたじゃん。ステッカー屋さんじゃないじゃん。でもだってこれやって言われて普通に自分がんじゃん。いやだから俺だから会社辞めるって、生活保護も切るって。
そう、行けばいいんだろう、うん、俺覚悟あるよ、全然。いや、そうじゃないくない、そうじゃないって自分で言ったんだよ、今。いや、これ、自分でだったら仕事辞めてできんかったから、俺やるよ。じゃあ俺で押し付けるんじゃなくて、一緒にしようよじゃなくて、じゃあ自分でやるよ。自分もステッカーただで、で何もしない状況から始めてるんじゃん。逃げんだよ。だって俺は悪い。いや、逃げんのじゃなくて。だってそれはなんかそうじゃないとかって言われたから、ちょっとノリで言っちゃったけど、無理。俺ステッカー売れないと生活できない。絶対ステッカー売らない方がいいって。いや、俺は状況があるんだ、うん、ステッカー売る。だってそれは器じゃないって。だから器じゃなくてもいいじゃん。じゃあ自分は、じゃあそういう意味じゃねえって。ステッカーで収まったらダサいっつってんの。それだってでもしょうがなくないんだから、その家も何もないし、ステッカー0円からステッあの生活して、あの47都道府県旅して、そしたらだってそれ言ったら今まで買ってくれたリスナーさんに失礼だよ。あ、すいません、お話入れてこう。はい、あ、すいません、今からでも信用した分自分たちで。あ、ありがとうございます。ありがとうございました。また来ます。はい、ありがとうございます。帰省はね、おしゃれ。あ、絶対ステッカー売るべきじゃないと思うよ。それは後々話だよ。それは今までの、うん、あの大手配信者も言ってきたけど、うん、結局ステッカーみんな売ってるのに対して自分の生活が苦しくなって、うん、これ生ポだよ、うん、これは無理だね、ほんと無理です。長いスパンで見ろっていうか、俺もっとでかい男だと思ってんの、うん、ステッカー売って頭下げてんの嫌なんだよね、みんな。光くんが、いや、だったら食われって思うんだよ。多分そこなんですよ、逆なんですよ。僕はリスナーさんがあって支えられてきて、何百人、いろんな何百人の人たちの人たちの支えがあって僕は生きているんで、うん、そこでみんなありがとうございますっていうのが多分それが普通だと思うんですよ、ぶっちゃけ。いや、自分の考えを押し付けるよ、俺は全然。俺は意見言ってんだから。そのために光くんと会ってんだから、自分の意見言うために、うん、俺、光くんの意見聞くもん、全然、うん、ナマポって何なんですか。生活保護。何すかそれ。生活保護っていうのは、なんて言えばいいんだろう、なんて言えばいいの、なんだ、ナマポって何なんか。国から金もらえるんだよ。言葉が分かる。そんなもんなんすか。あるよ。え、俺もできるんですか。できるよ。マジっすか、教えてくださいよ。いいよ。でも嫌です。僕はなんかそうやって富士山登っただけじゃなくて、うん、いろんな旅を配信しながら、うん、自分が成果を上げて、いろんな山とかね、うん、あの普段、俺何が嬉しかったかというと、うん、病気で本当に病院から見てるリスナーさんも結構多いんですよ、実は、うん、多いね、リスナーさんの中で。で、その中で普段外に歩けないリスナーさんが、うん、光さんはその観光地とか、まあ、いろんな人と飲んだり、うん、楽しんでワイワイした時にはダメなとこもありますけど、うん、だけどそういうなんか変な山登ったりとか、うん、その土地のね、観光で有名なとこ、うん、でそれでなんかその景色を見せたいって言ってくれて、うん、普段見れない景色見れて私も嬉しいですっていう、やっぱリスナーさんも何人かやっぱいるんですよ、うん、で僕はやっぱそういうのを今後大事にしていきたいんで今は、うん、なんかステッカーをやっぱ売って、うん、そうですね、小じきとはまた違うっていうか、まあ、小じきではあれですよ、金が本当にやばかったらみんな振り込んで、いや、小じき堂々とすればいいのにっていう、いや、堂々としますよ。でもそれができないんですよ、なんでかというと運営さんに僕すぐ目につけられてるんで。だから例えば閲覧の3000、4000人とかの前で、お前らはあのこうやってアンチとか例えば流れてるじゃないですか、お前らはあの口は出すけど金は出せないようになってるじゃないですか、運営さんから注目金をつけるんですよ。やめてください、不用意にあのお金を要求する、うん、あのいやだから要求するのが嫌なんで俺は、まあ、要求するって言われてます。でもそれも冗談なんですよ。おお、分かる分かる、はい、それはニュアンスでね、うんうん、でも冗談な言葉も冗談と受けられてないインターネット世界でもあるし、ね、厳しいですよ、うん、僕は多分特にそうです、僕は、うんうん、まあでも和田さんの言ったことがあったんです。もっと自分に価値をつけるってことですよね。いや、そうじゃなくて、
なんだろう、自分に価値をつけろとかじゃなくて、なんだろう、配信者がステッカーを作らなきゃいけない状況になってるのが配信会全体が間違ってると思ってて、俺は。逆ですか。で、配信会変えるって言ってたりとかさ、死ねるって言ってたんだから、死んでいいんじゃねえのかなとか思うんだけどね。うん。でもそれは頼りすぎだと思うんですよね、リスナーさんっていうか。で、多分そこなんだと思うんです。僕、その体力系配信者ナンバーワンって言われてますけど、うん、なんで僕が体力配信者ナンバーワンだったかというと、うん、僕が体を張って、やっぱその答えてくれるリスナーさんですか、うん、リスナーさんがいるからって思ってるんですよ。何もないってさっきちょっと言ってたじゃないですか。何が何もないって、配信でも好きでも何もないって。俺が、はい、さっき言ってたじゃないですか。さっきってかもだいぶ好きですけど、その時に、思ったんですけど、僕もそうなんですよ、僕もトークスキルも全くないし、あの自分にとたけたもないんですよ、僕は、なんで、自分で体を張って、体を張った結果で、誰かが何かで答えてくれたらなって思うんですよ。それがステッカーなんですよね、代価として。そこは俺分かんねえな。だって支援っていう形になると法律にも引っかかりますもん、正直。かかんないよ、別に。どう引っかかんの。なんかその支援してるってなると配信の運営さんのあれに引っかかっちゃうんですよ。それがツイキャスなんですね。なんで僕はもうその自分が配信上で頑張るから、まあその各県に行った時にリスナーさんがステッカー買ってくれたらそれが生活旅費になるんで助けてくれると嬉しいっていう話をしてるんで、それだけですよね。難しいですね。多分そこの時代なんですよ。前までは、金梅さんとかがいいですよとか、振り込むとか、振り込むのが当たり前、金もらうのが当たり前っていうスタンスだと思うんですよ、配信やってるから。今は多分違うです。世の中そんな甘くないですよ。仕事と一緒です。もう全然気分悪くないよ。いや全然気分悪くないんだよね。まあその熱い気持ちは同じだと思うんですけど、でもまあジャンルっていうか形は違うんですけどね。いや別にそれはスタイル自分で決めればいいと思うけど、それはお互い生きてきた、ね、環境や成長の部分もあるじゃないですか。さっきも自分で言ってたじゃないですか。18歳までの偏見と、あれで18歳までに集めた偏見のコレクションね。そう、で人の人生が決まるっていう常識ね。それと一緒だと思うんですよ、常識と。いや全然っていうか、なんかなんだろう、俺なんか配信やっててなんか同調するのがすげえ嫌いで、別に間違ってると思ったり反対意見言って何が悪いんだろうと思ってて、だからそのなんだろう、俺はだからステッカー売ってるのはダセーと思うよっていうのは、別にだからステッカー売らないで配ればいいじゃんって言っただけじゃん。そんなこんな些細なことでピャ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 言うわけじゃん、リスナーも。ああまあそうですね。ずっと言ってるけど自由になりたくて俺やってるから。いや僕も自由です。そう別に何だろう、でも今度自由になるためにはって思うじゃないですか。でも自由になれるのにもう逆なんですよ。なんで人間のルールを決めたかって考えないですか。俺考えたんですよ。僕も自由になりたい、暴れたいと思ってるんですよ、散々。で自分が自由になりたいって決めれば決めるほど、自由になるための自分の中でルールが決まっちゃうんですよ。だと人間の社会で生きるルールとか規約みたいなのに変に縛られちゃうんですよ、それ以上に。わかるんですか、言ってること。わかんない、どういうこと。自分が自由になりたいって思った時に、なりたいと思ってる感じじゃなくて自由になれっつってんの俺。まあでもなれじゃないですか、でも自由になる、なりたいなった時に自由になるために、もう自分の中でルールや何かが決まっちゃうんですよ。それは自由じゃないよって思うじゃないですか。それなんですよ。人の中で自分の中で何が自由かとかって結局そういう風に決まっちゃうんですよね。誰にも縛られないことでしょ。誰にも縛られない。でもそれぐらい心っていうか、多分そうしたら人って無になっちゃうと思うんです、僕は。
無無無になっちゃう。人が与えられたものってやっぱその考えることと話し合うことだと思うんですよね。人間の一番。うん、だから多分そこなんだと思うんですよ。一番の大事なのは自由になるためにとか、まあ、うん、なんて言ってないですかね。結局縛られちゃうんですよ。自由になるために生きようと思っても結局自分がルールその縛られちゃうんですよ。自分がじゃあ生きるためにどうしようって。うん、結局狭いんですよ。うん、逆に。じゃあ俺、ヒカルくん基本的に好きじゃん、はい、大好きじゃん、ただヒカルくんが配信画面で金ねえからステッカー買ってくださいっていう一言でなえるんだよね。ああ、まあそれ極力積もった時ですね。でしょ、はい、うん、まあリアクト好きって買ってくれたら嬉しいなっていう感じですね。でもそのためには自分頑張りますよ、うん、誰も普段見ない景色見せます、さっきも言ったと。うん、行かねえとこ行ったりとか、うん、なんかさ、いや俺はヒカルくんは十分先に情報を与えてると思ってるの。配信っていうサービス、配信っていう生き様で食ってきたいんでしょ。そうっす。で配信で対価を得るべきだと思うんだよね。ステッカー屋さんじゃねえだろお前って。まあまあでもそれは生きる、それを金にしてしまうと石川のり空気買ってくださいなんでしょ。だから空気なんでしょ。まあそうなっちゃうんですけど、うん、でも形に残したいんですよね。そしたらおえだからただで配ればいいじゃん、形に残るんだから。ただで配ったらでしょ。そのただだから言い方じゃないですか。 そしたらボランティアでいいんです。いや違う、配信で配信で食ってきたいんだから配信売れよって思うんだよ。配信で売ってますよ、もちろん。ステッカー振ってるじゃん。ステッカーを振って、ステッカーを売ってるじゃん。売ってます、うん、配信売ってないじゃん。まあ一応支援っていう形にします、気持ちとか、はい、まあ、ボランティアっていう形で、はい、気持ちとか。だからまあ値段は決められないですよ。リスナーさんによってあのこの間もそうですけど、ステッカー1枚800円で決めてますけど、気持ちで10万で買ってくれたリスナーさんもいますし、かっけー。まあそこはまあ、まあ、いろんなまあ、言い回しじゃないんですけど、うん、ちょっと来てないかもしれないですけど、うん、どうなんだろうね。まあ難しいですねそこは。うん、まあでもその堂々とステッカーを売っていけばいいじゃんっていうぐらいの人ではないね僕は。なんだろう、ステッカーをただって配ればいいじゃんっていう人間でもないんですよね。おまだお。なんで人に嫌われる配信者として今言ってます。うん、まだそこまでしかないです僕は。うん、難しいっすね。まあそれ以前に協力してくれたリスナーさんとかはいつか僕はその大前提で僕と関わってくれた人間も一緒に上げていくっていうのをさっきの大前提の上で話して、結果的には、うん、で僕は昨日閲覧800人ぐらいの時、850、900人ぐらいですか、うん、僕がいつか会社を起こした時に、うん、まあ、2位の人はどれぐらいいるのと、うん、でそしたらお前ら全員雇うわと、うん、その代わりを俺に今は力貸してくれって言って、うん、でその力を貸すっていうのは金じゃないんですよ、うん、アイディアですね。うーん、僕が欲しいの全部全て売って。俺何にも売ってないよ。俺はただ生きてるだけで金入ってくるから、俺は何にも売らない。誰とも駆け引きしてないね。まあ多分そこは僕と和田さんの多分違いです、うん、そう。じゃあお金をくれる人の話になると、うん、多分いつかお金が
なくなるんですよ、もらえる人。もらえる人？くれる人。なくならないんじゃないの？俺絶対なくならないと思ってるけど。そうですか。うん。それは何なんですか？和道だから。それをもう俺だってこんだけ数ってても未だに7万ぐらい入ってるもん。振り込めって一言も言ってないよ。それをなんかもうちょっと根本的に。うん。頭下げたくないもん。でもそれが死ぬまで続くか。絶対続くね。ぶっちゃけていいですか。いいよ。7万少なくないですか。うん、でも全然いいと思うよ。うん。誰だこの人。誰この人。知らない人から出てきた。じゃあ LINE のさ ID とかも拡散するやつやめてほしいんだよ。お疲れ。大丈夫だよ。うん、うん、ちょ誰かと思ったらお前か。じゃあ今和道さん分かる？で今配信中なんで和道さんも分かる。そうだよ。ね、まあいいや、内容はいいわ。で、どうした？やめてない、やめてない。どうした？俺でも明日から名古屋もらってるよ、俺。東京はもう帰ってこない、しばらく。半年以上。どうした？え、じゃあ待って、ちょっと待って。今日は結構飲んでる。いや、全然飲んでない。全然飲んでないですよ。シラフ、シラフ。企画じゃない、なんかあの打ち合わせ、ミーティングしてた、今日は。うん、ヒカルくんの社長さんと上司さんがいて、で、お食事ごちそうになった。日付だけ。うん。なんかいつも唐突すぎるね。内容は。一人じゃないでしょ、うん、正直に言え。そうだね、ニヤニヤしてるでしょ、うん、分かりやすいね。今ね、歌舞伎町ミキティから話聞いた。ゆとり世代？何が？うまい。ユミキティと繋がってない？そうなんだ。あ、そうなんだ。うまくない。いらない。ナマポの他に7万ぐらいの収入が永遠にあるってこと？ね、ナマポの他に物品であったりとか天ギフであったりとか現金に課金すると7万ぐらいのものが放送で振り込まれてるのと、あと7万ぐらい仕事で稼いでるね。うん、そんな感じ。うん、いやもういいよ。うん、酔ってるでしょ。最近何してんの？配信してないけど。仕事してんの？テレビが。へぇ。え、テレビ？テレビちゃん。嘘。テレビんだ。へぇ。超懐かしい。
うん、じゃあ自分はどうしたい。なんか皮かけてるでしょ。だって普段連絡ございんじゃん。だって結構そう連絡することがないのに突然こういう感じこれネックレスうまくまだ届いてないんだよね。ネックレスまだ届いてない。19に届く予定だから、もしかしたら家にも実は隣に伝票あるかもしれないけど、うん、暇なの。うん、本当素直になったらなんとなくそうっすか。酔ってるでしょ。生ポマの収入あるってことかな。あるよ、出るって絶対あるよ、全然あるよ。もっと素直だね、うん、いっぱいあるよ、うん、分かんないけど、そうだね、デザインもちゃんとしてるからね、早く出来上がるの楽しみなんだけど、結構原価かかったよネックレスだから、うん、それは分かるけど、うん、あのやめた方がいいよなんかね、とりあえず待って、何も飲むから何飲むっすか。あ、俺まだあるからいい、はい、大丈夫、うん、いや俺あの結構勘繰りと疑い分かりやすいから、俺もだって結構こだわったね、だいぶ、うん、こだわったね、うん、だから素直に言えよっつって、だからめんどくさいんだから。あ、ビール行こう、本当に。はい、お願いします。お会計も済んでるんですが、あ、じゃあ追加で、追加で、はい、終わりました、うん、で、だからしばらく帰る、収入あるなら何ももらえないのでは。もらえるよ、全然、うん、申告っていうのをするんだよ。生ポもらって収入今月いくらありましたかっていうので差額を返金するの国に、うん、考えるように見えるよ。スポンサーいないよ、だってスポンサーみんながスポンサーなんだ、俺の配信もくれてる人たちが、うん、未申告の場合は不正受給って言って逮捕だね、詐欺罪だね。ステッカーめっちゃ売れてるよ、合計総額で半年間で320万円は売れてるから、はい、うん、まあ売れてるんだけど全部飲み代とあの宿泊代とかで全部なくなってる、単純計算すると、そうだよ、しょうがないじゃん。そこから経費は差し引けないんですか。経費は差し引いてないね、自腹水に切ってるね。だから自分がどうしたか、だから酒飲むのやめたりとか、明確的に言えよ、そういう感じ、うん、だ経費とかは引いてない、うん、経費かかったら自腹を切ってる感じ、うん、稼いだ金額の中からね、うん、一時期芸能人の親が不正受給してて問題になってた、あれじゃなかったっけ、川本だっけ川本の親じゃなかったっけ、河本か、どこにいるの今、おいでよ。あれは不正受給じゃないんだけどね、問題になったのは。そういえば彼女は何歳だったの、 ID チェックした、いや、いいんだよ年齢いくつでも、好きなもんは好きだから、俺年齢、彼女の年齢で惚れた晴れたじゃないから、彼女の存在が好きだから、別にいくつでも構わない。あんまり年齢は俺は恋愛で問題にならないかな。あ、そうだ、別にいつでも好きですよ、彼女のこと愛してる。来るなら待ってるよ、頑張って、ベルベルだけど、俺だからめんどくせえんだけどさ、なんか裏があるよね、あなたはいつも気持ち悪い、昔からね
昔から愛してくれてる。まあ気にはなるよ、うん、ある意味ね、どす黒い愛だろ、うん、まあいいんじゃない、嫌いじゃないけど、うん、ここ東京、新宿、新宿、うん、歌舞伎町、そうだ、うん、で、来るの来ないの、絶対来ないの、了解です、じゃあ定年期、あいつ配信やってんの今、いや、わかんないです、なんかその、うん、それが本当に配信サバカでやってるかどうかわかんないですけど、うもうリークしてきてますね、裏の話っつか、僕らが今後やろうとしてる話とか、それが誰がリークしたのかっていうのとかも全部大体なんとなくわかるし、嘘、はい、特定だけなんで、大体大体なんか話の中で、うん、普通に全然めったにかめてこないよね、はい、あのだって変なにもう知ってたってこと、はい、同じ話題を出してきてこっちを振ってきた、気持ち悪くないですか、てか裏切りだよ、気持ち悪い、めんどくせえな、あ、でもそういうやつは落ちるよ、今なんか目先のことしか考えてないんだなと思っちゃうんですね、僕は、うん、僕はもうめちゃくちゃ先まで考えてますからね、ガチで、うん、やってるって何がやってんの、僕でも1年半から2年で30歳やったら配信やめますから、それはもう配信上でも言ってます、うーん、はい、僕は裏方に参ります、へー、うん、だからもうあと1年ちょっとぐらいしかあの炎上芸とかみんなに嫌われる配信もできないんですよ、はい、俺商売やるから、はい、うん、僕はもう俺はやめない配信宣言します、もう売っちゃうね、うん、だからそういう時に僕はサポートしますね、いやいやいや、あの、なんだろう、サポートじゃなくて、なんか一緒にいるのが楽しいじゃん、まあ、だから、また飲もうよ、はい、その時は僕がつながっていろんな人脈紹介して一緒に、いやいや、そういうのはいい、じゃあそれで付き合ってんのはくだらないっつうの、だから、なんつうの、この人がこうだから、この先があるからとか嫌なの、俺、ヒカル君が好きだから一緒に酒飲みたいとか、ヒカル君が力貸してよとか、それシンプルでいいじゃん、めんどくさくない、だから結局それができなかった時に裏切られたとかさ、腫れた惚れたとかって、いや、てめえが信じた責任だろうと思うの、だから俺は今しか嫌なの、うん、サブアカのことなんか別に、なんかそれはいいっていうか、あ、チェブさん見てたんだ、テレビやってたんだ、配信サブアカで、チェブさん、あ、今配信中だったの、その電話、配信中に電話してきました、ムカつく、来るのかな、絶対多分来ないですよ、どうだろうね、それぐらいの度胸があるもんなかったんじゃないですよ、あ、もう俺はめんどくさいよ、ミレイさん、俺はめんどくさいよ、うん、俺はめんどくさいよ、理屈こねて生きてきたんだから、逆に俺理屈じゃないタイプだ、だから面白いと思うよ、だから何気に熱い部分は一緒だけど、うん、生き方違うよね、生き方は全く真逆だと思う、全くてかさ、ヒカル君さっきの言うとここになんかゴミがずっとついてるのよ、ここに、まあ、目に見てるじゃん、そうそうそう、あ、じゃあカニのやつだ、何それ、カニ食いながらしようって、カニがここについたの、ね、俺初めて見たんだけど、ここにカニつけるやつ初めて見た、メカニ、メカニメカニついてました、逆にでも真逆だから楽しいっていう部分もあるんですよ、お互いの意見も話せるし、出遅れだ、いらっしゃい、カメラちゃ ん、 うん、俺はめんどくさいよ、僕もめんどくさいよ、結構くどいですよ、うん、だって自分が納得いかないと嫌じゃないですか、うん、俺もそうなんです、うん、人って多分なんで繋がるかって自分のないものを取り入れたくて多分繋がる部分もあるんだと思うんですよ、そういう共通の趣味や、うん、あと、まあ、性格が合うとかじゃないですけど、うん、それで繋がるだけじゃなくて自分にないものを得たくて、うん、人とも安泰にちょっと関わりたいなっていう、うん、それは配信だけじゃなくて全部だと思うんですよ、うん、続きやろうよ、7万少ないって言ったじゃん、続きやろうよ、7万
そう、7万つって少ない、少ないですね、はい、少ないです、少ない、少ないです。ワドはめんどくさいというか知能が異常人ではないから、ワドのスタイル雲の巣のように細かい、うん、でもさ、俺はね、あのステッカー売るときに、うん、俺売るの嫌なの、うん、俺の話続けるよ、俺しつこいよ、俺ステッカーをただで配ればいいじゃんっていう話です。そうなんだけど、いや別に押し付けてはいないのよ、うん、それなんか違う、根本的に違うところが知りたいなと思って、うん、でいやそれは分かってます、うん、でなんかなんつうんだろう、その7万少ないじゃん、だけどそれは純粋に配信だけで稼いだ純7万なんだよ、うん、俺にとって。でもだから光くんだったら純粋にやったら多分100超えると思うんだよ。でぶっちゃけステッカー売った方が儲かると思うの。だって今、ね、じゃあ儲かるからステッカー売ってんのって話に聞こえるんだよ。だそのステッカーの額が320万ですでしょ、はい、でもそれ全部酒と宿泊代とかで、うんうん、じゃあさ、あと他にお金出してるとか他のリスナーさんとか、まあ、うん、まあおごったりってこと、はい、だけどさ、いいんだよそれで。だけどなんつうんだろうな、なんだろうな、なんで嫌なんだろうな、そういうか、うん、まあそこ、だから それをなんで嫌なのかを明確にしてくれないと、うん、ワドさんの意見が成り立たなくなっちゃうんですよ。おー、いや、ワドさんがはっきり言わないとブレブレになっちゃうんですよ。どういうこと？だってワドさんはステッカーをただで配るっていう意見から対して、うん、今なんで言えないのかなって今なってしまうんですか、最終結果。いや、言えないのかなじゃなくて、なんでそういう考えになるのかわかんないんだよ。あ、僕がですか？そう、ステッカーを売るのが、ステッカーを売りたいわけじゃないじゃん。絶対違うもん、絶対この人ステッカー売りたくない人だもん、うん、だけど一番効率のいい手段として選んでるのは分かるの、一番効率のいい手段だけど、ステッカー売るために生まれてきてねえんだよこの男は、絶対。だからムキになってるのも分かるの、それが面白いの、だから続くの、本質じゃん。売りたくないんだよこいつ。まあ、本当はそう、絶対本当は売りたくないの。ぶっちゃけ仕事行けば上に上がれる人間だ、うん、そうでしょ、はい、つまんないです。だから別に何やっても稼げるんだけど、そこまで徹底的に配信にこだわるなら配信金にしろよって思ってたの俺は。そこが面白いのよ。そう、ここまで腹くくってんのにちょっとだけドライなところがあるんだよね。うまいっすね、うん、うまいっすか、見てるかなこの人、うん、すげえな、さすがだわ。リスナーに媚び売ってほしくないよ。だからステッカー買ってくださいお願いしますっていう発言がイラッとくるのよ俺は見てて。まあその言葉ってことですよ。そう、まあでも結局車は配信上で飯食っていくってなって、うん、何もできなくなった時本当に困るのが僕なんで、うん、ステッカー買ってくれたら生活費になりますっていうのがマリーなんですよ。だから配信より生活選んでるように聞こえちゃうのよ。まあ生活ってことですよね。、はい、それは甘いです。極論死にたくないし辛いものしたくないから。あ、納得した、はい、それに聞きたかった。極論のクズです。じゃあこれね、なんで前の話があるかっていうと、藤子の店で飲んでた時に配信のために死ねるってずっと言ってたのよ。だから試したの、じゃあステッカー売らなくていいんじゃないって言うとか、配信で死んじゃうじゃないですかって、いやお前さっき配信で死ねるって言ったじゃんっていうのはそこに繋がるのよ。だから配信回してないところか、そこはちょっと違うんです。なんでかというと今、まあ、チャリテレ配信してるんですよ、うん、で心霊配信、道が道路が狭い道も、うん、ずっと僕はやっぱ走ってきてるんですよ、うん、であのダンプが通るときとかも、うん、で一歩違えば本当に死ぬんですよ、うん、そうだね、でそれもネタになればいいと思ってます、正直配信上でも、うんうん、いつ死ぬかなんて人は分かんない、うん、って言ってるじゃないですか。分かった、配信で事故で死ぬのは構わないけど、 うまい飯食いたいし女は抱きたいしなるべく金は欲しいってことね。そう、好き勝手、そういう風に言って、じゃあ僕は好きなんです。それが3倍目光です。、はい、そういうことです。わがままってことね。そう、わがままです。なるほど、多分あ、いいっすね、そのたといいですよ。そうそう、そうなんですよ。僕、あの、いろんな人に関わる、リアルの人でもいいんですけど、うん、家族でもそうです、うん、人一倍のわがままなんですよ、僕って、うん、僕が納得いかないとこあったら、うん、僕はそれを追求しますし、うん、納得できるまで、僕も、うん、で、あの、僕甘えますから、うん、散々、甘える時は、うん、とことん、はい、うん、それぐらい、人一倍すごい甘えたがりだから、うん、いや、なんかね、リスナー側とかどうでもいいんだよね。俺、頭下げてるかっこ悪いヒカル君を見たくないだけなんだよ。そう、いや、でも一応、まあ、礼儀ですか。礼儀じゃん。礼儀じゃねえだろ。いや、礼儀ですよ、やっぱ買っていただいて。だって、逆に…だから、買ってくれてありがとうは礼儀だよ。
超嬉しいっすわ、礼儀だけど、金がないからステッカー買ってくださいって、お前のせいだろって思われ、300万売り上げてんすよって、で配ってんすよ、で金ないっすっていうのは、ダセーよ。まあそれは僕のせいですよね。そう。だからいいじゃないですか。だってクズ配信者だからそう、だから和道さんとはもうだからスタイルが違うんですよ。僕はあのクズ配信者ってことですか。多分配信会ナンバーワンってことのクズです、はい、そこは胸張ってます、そう、だから光はかっこよくなくていいよって、それが僕のスタイルですね。だから僕はクズで言ってるんで、やっぱ、難しいですね、もう、まあ、いろいろ、トイレ行ってきていい？あ、ちょっと配信繋いでてごめんね。あ、大丈夫です、よいしょ、すいません、和藤さん、いろいろ、いや、でも面白いな。か、あ、森をつかない、気になる、今まさにこの酔っ払ってる状況で、あ、まさか俺の性病が気になるこの状況で、しかもタワクで、相当すげえわ。俺だって今日2時から飲んでんだよ。ヤミーがダブルデートしてる時に俺を釣られて、俺も女の子来なくて、ヤミーはあのデートしないやつって、俺はガールズバーで飲むやつって2時から飲んでるから、ひたすらエンドレスで飲んでるわ。和田の言うことはまともに聞いてると頭おかしくなるよ。いや、大丈夫だよ。見て、あ、逆に、え、そうなっちゃうのって思っちゃう。だって俺は過去人生の中でいろんな人と、本当に多分みんなが思う以上に、あの配信じゃだけじゃなくて、まあ遊び好きなんだよね、俺基本的に。だから友達の友達とか、友達の友達とかバーって俺知り合ったりとかするんだよ。いろんな人とジャンルがあって、リアルでもそういう話するけど、やっぱそういう話する人もいるし、で別にだから自分は自分なんだよね、結局っていう部分もあるけど、自分は納得した部分はちゃんと取り入れて直そうかなっていう部分もあるし、でもちゃんとね、自分がそう思わないときは、あの、そういうをちゃんと素直に、まあ、言い方が違かったり、人ってなんかその、特にはそうだよ、頭がいい人ってさ、物事とかは言い方によってその捉え方が違うから、その言い方を間違えてしまうと相手に伝わらないということもあるんで、実際で普通に自分の直感や、あの、自分が覚えたての言葉を並べてるだけじゃ人には理解されないっていうのも分かってるの、正直。でもそれはもうずっと分かってるから、昔から分かってる、中学校から。じゃあどうしようっていう話になったら、今もまだ違うんでね、配信者、クズ配信者としてまだ30まで出る、で配信やめる、でやめるとは言ったけど、やめるかどうかは実際分からない。だけど30から上は俺が培ってきた全部、30まで培ってきたもの全部爆発的に爆発でバーンっていくから、だから上行くんだよ。俺は隠してたもの全部出すから、今までだったらみんな驚くと思うぜ、後々俺は。俺全部あのバカにされて生きてるけど、全部隠してきたもの出すから、30歳からは。考え方は人それぞれ、変わったジャンルの方といらっしゃる。だからまあ人それぞれじゃない。だからその、例えば和道さんの話の枠をしてて、和道さんに納得するリスナーさんがいれば、まあそのかっこいいじゃないですか。いろんな配信者がその配信者の気持ちを分かったりとか知った上でいるリスナーさんはいるじゃん。ただ単にそれが多いか少ないかの話だけであって、別に閲覧はそこは関係ないと、共通するリスナーじゃなくて人もいるとかいないとか、そう。で和道さんが言ってることも正論だし、だから和道さんが言ってることもあの受け入れて生きていこうっていう部分もあるし、でも違うなっていうとか俺も素直に言うけど、和道さんに納得してもらうためには頭がいいから、この人は。だから言葉を変えて伝えなきゃいけない部分もあるんじゃないかなとか、いろいろあるよね。バリエーション、なんだろう、バリエーション、なんだっけ、言葉の、なんて言うんでしょう、言葉のこと、バリエーションじゃなくて、言葉の、あの、変え方をうまく伝えるっていう。ニュアンス、もう一個、バリエーション、ニュアンス、もう一個っす、なんだっけ、コンドーム。
近藤です今近藤って言いました。プロセス、プロセス、違う、プロセスで約束でしょ。いや、それプロミスだ。あ、そっかプロセスじゃん、家庭だわ、プロセスは家庭、プロセスじゃん、すげー面白い。なんだろうね、バリエーション、なんだっけ、全然理想で出ないな、なんだっけ、いつも俺も言うんだけどな、ボキャブラリー、そうだ、あー、すごいすごい、そう、ボキャブラリー、いいね、よく分かってるね、ボキャブラリー、そう、ボキャブラリーいつも言ってるよ、だから言葉のボキャブラリーって大事ですよね、うん、大事ですよね、いや、でも俺は、ヒカル君は、なんか思いがあるのがは伝わるんだよ。でも俺はなんか自分が納得するまで聞くタイプだから、そうそうそう、それでいじってるのが楽しいよね。そう、知ってる、だから煽るのが楽しい。そう、だからそれも今配信に言ってたんですよ、トイレ行ってる間。そう、痛いところつきたいの、はい、だから嫌われるんだよね。そう、いや、そういうわけじゃないですよ。だって僕の家族が今までそうなんですよ、うんうん、姉ちゃんのやっぱその旦那さんとかもそうだし、うん、やっぱ姉ちゃんとかもそうだし、妹もそうだし、うん、なんで、ね、まあ、長男なのにそういう生き方してんのとか、うん、で、父ちゃん母ちゃんもまあそうじゃないですか、うん、家族で飲む時があって、うん、一回集まった時、うん、で、ばあちゃんの葬式、お通夜なのに、うん、あの前日に親戚が集まるじゃないですか、うん、で、僕だけ責められるんですよ、うん、で、僕たちはこういう家に生きていますとか、うん、私たちはこういう家に生きていますみたいな感じになって、うん、お子さんいてみたいな、うん、姉ちゃんとかは、うん、ね、うん、で、集まって飲んでるのに、で、ヒカルは何やってんの、長男なのにってなると、うん、僕は配信やってますってなるじゃないですか。そうするとみんななんかやっぱハッてなるじゃないですか、うん、リアルにして近い家族いねえかんな俺、あ、うん、僕はなんか責められるんですよ、うん、だからそこでブチ切れるんですよ、やっぱ、うん、全く一緒ですよ、うん、だからそういう逆に珍しいから、うん、そういう気持ちは分かるんだけど、うん、お酒も飲んでるし、うん、それ楽しみたい、なんだ知識もないけど、うん、気持ちは分かるんだけど、うん、そう、なんかそれに耐えられなくていつもブチ切れて、あの、家出るわっていう感じなんですけど、うーん、その家族全員に囲まれて、うん、結局、うん、もう二度と帰んねえよっつって、うん、はあ、で、あの、うん、3ヶ月ぐらいに戻るんですよ、ただいまっつって、服だけ取りに来たわっつって、えー、ね、また帰るっつって。いいじゃん、帰る家があって。いや、ないですよ、帰れないですよ、今帰ってないですよ。まあ、帰るっつもその服だけですけど、今回富士そばの件があって、富士そばの登山グッズを、うん、に、あの、これから登山グッズ仕様を変えるために、うん、あの、一回だけ実家に送って、うん、で、それを取りに行っただけで、うん、すぐに死ぬんですから、難しいですね。うん、え、じゃあ、あれじゃないですか、うん、どうなんですか、何が、逆に何が、ワドさんはそうやって偉そうに言うけど、うん、どの辺がすごいんですか。何が偉そうに言うと、全体的に偉そうなんじゃなくて偉いんだと思うよ俺は。その辺を聞きたいです僕は。何が、その、どういうこと、どういうこと、その辺だって。その辺は、俺和道だよ、うん、海老蔵と一緒に言うそうになったんですけど、うん、まあ、海老蔵の考えしました。和道さん、どの辺が偉いんですか。知らない、みんなが偉いと思っちゃうんだよね。俺は普通にしてるだけなの、はい、俺は一人間として対話をしてるだけなんだけど、みんな偉いと思っちゃうんだよね、はい、だからまあ、格が違うんじゃん。なんか、うん、そっか、うん、和道と関川してるのに偉いのにとか、俺も頼もうかな、どういうこと、いいですか。あ、いいですよ、あ、悪い、サンキュー、パピちゃんお疲れ、うん、仙人だ、お、お疲れ様です。あ、ビールください。あ、2つや、2つ、はい、どの辺があれなんですか。何が、和道さんは、いや、偉いと思ったんでしょ、ヒカル君が偉そうと思ったんでしょ。俺別に普通にしてるだけだもん。偉
そうと思ったっていうか、だって偉そうって言ったじゃん、なんで偉そうにしてるんですかって。俺別に普通にしてるだけなの。さっきだって俺は偉いって言ってたんですよ。うん、偉いんだろうね、だからそう思ってるんだから。いや、そう思ってるじゃなくて、自分で言ったから、なんで偉いんだ、自分で偉いんだって言ってるわけじゃなくて、ヒカル君が偉そうだっていうふうに思ったんでしょって。ってことは、君にとって俺は偉い人なんだよっていうことを言ってるの。わかる？俺から俺は偉いんだっていう話は一回もしてないんだよ。そうなの。うん、おかしいっす。納得いってねいや、納得いってないんだけど、なんかよくわかんないよくわかんない、うん、俺自分が偉いとも全然思ってないよ、俺自身は。態度がでかいだけだよ。うん、媚び浮きたくねえんだ。もうそれはありますよ、ね、うん、和田さんはどこまでできるんですか。何がどこまでできる。俺はどこまでいけるか言おうか、はい、死ぬまで変わらねえよ。面白いな、うん、俺配信機って話してないもうだって出てきてるもん、このスノーワドさん笑い方とか全然、飲んでる時と飲んでない時の差が激しいもん、この人裏表。俺はだから飲んでる時のあのワドさんの方があの話出てくるから、だから この人とか今ね、あの昼間に話してたワドさんよりは今飲んでるこの夜のワドさんと話がしたい配信機に向いてどっちかっつうとね、マークにペクペクだった、うん、ひなちゃん、僕って女の子ですか。僕マー君っていう人。あ、マー君、うん、どうでもいいんじゃん、やつペクペクだとかペクペクじゃないとか。いや、でもギラギラしてるわこの人、クソ好きだよ本当に。俺もヒカルバットになるよ。発砲とかやってねえからね、うん、バットタバコでバットになるわけないじゃん、クソっすね。え、まさか、え、俺マリファナとかやんない、ドラッグもやったことない。まさか、うん、ドラッグはダメなんだ、メンヘラだから。いや、俺無理っすね、うん、先に言ってた方が好きっすもん、どっちかって。僕はもうずっとそうっすね。なるほど、はい、まあ、理想は決めセクシーみたいなんていうかですね。おお、これはもうずっと言ってます。シャブシャブで、すごいって言うもんね。言うけど、でも俺、セックス気持ちいいかな、普通に。でもなんか、いや俺も気持ちいいっすよ。それは誰だってそうじゃないですか、うん、だけど、あの感覚が違うらしいっすね。あ、そう。と、あと、うん、女性だけに、うん、まあ、シャブ打たなくても、うん、コカインとかあるじゃないですか、うん、あれを陰部につけるだけでも違うっていう。それそうだね、粘膜とかね。そうそう、そういうのもあるらしいっすよ。全然気持ちいいかな、普通に生きてて。いや、僕もそうですね、別に。いや、もうやってみたいって願望だよ。決めせっか、決めせっか。でも普通酒飲んで普通に酔っ払って、うん、ウェイっつって盛り上がって、おちょっとこう、俺酒飲んでんのセックスもあんま好きじゃないよ。マジですか。おう、ええー、やだ、まあ、変態だから。あ、そういうことですね。おシラフで、シラフでいきたいね。シラフでっつうか、ナチュラルに脳内麻薬出せるから。あ、そういうことですね、うん、脳内マイク、うん、あ、自分でってことですか。そうそう、エンドルフィン、エンドルフィン、セロトニン、ドーパミン。なんでバキみたいな、うん、俺出せるんだよ。何ですか。お待たせしました。ナチュラルに生きよう。じゃあナチュラルでいいんじゃない。なんか普通にどうなんだろうね。でも俺はどうすか、セックスとか。俺はセックス俺すごいよ。はい、女の子に俺今まで一番うまかったら全員に言われるもん。だって女の子失神して動けなくなるもん、1時間ぐらい気絶するもん。早漏、うん、ですか。早漏だけど治ったのよ。
逆に今ね、1回戦2時間ぐらいかかってたら大変なのよ。1回戦2時間、うん、すげえ。だから2回戦4時間だ。だそうです、皆さん、うん、多分俺よりセックス上手いやついないと思うよ。これ多分3分ぐらいでいっちゃうのね。おー、はい、もうダメだっつって、うん、この限界まで飲んで寝ちゃうのね、うん、僕はなんか濃厚なセックスがしたいですね、うん、愛のあるセックスしたいです、うん、みんな何でもそうですけど、配信所では結構セックスはスポーツだったと言ってるんですけど、おお、なんだろう、こう濃厚なセックスしたいですね。やっぱセックスは俺は死の共有だと思ってるね。死の共有、うん、っていうのは女の人って行くって、あの世に行くって書くだろ。そうですね。でアメリカ人カモンって言うけど、アメリカの死の考え方って神様が来るって考えるの。だから死を連想、女性のオーガズムって死を連想するワードがなぜか多いの。来い来いって言ってるんですか。そう、神様来い、要はあの世が来いっていう考え方、あの世に日本人は行くって考え方、受け入れちゃうって感じですね。だから宗教はこの人とだったら死ねるっていう人とセックスしなさいってどこも言ってるじゃん。え、わざわざちょっとやりましょうか。何を。なんか和道教立ち上げましょう。もう信者いっぱいいるもん。信者いっぱいいる、うん、そういう信者、信者いっぱいいると思うよ。俺の放送で人生変わったっていうやついっぱいいるもん。マジか。そうなの。え、そういう、何ですか、闇の。いや、でも別にナチュラルに生きてるだけだよ、本当に。当たり前のことは当たり前に言ってる。和道教みたいな、うん、実は。いや、和道教はやるつもりない。なぜかっていうと、イエス・キリストとかブッダみたいには行きたいけど、弟子が勝手に宗教を作るもんだと思ってるから。俺は宗教嫌いだから、ね、勝手に崇めろっていう。うまいな、この人。実は歌ってるらしいぜ、うん、ってことだな、ね、こういう。射精すると細胞死ぬからね、まあ、しょうがないんじゃない。みんな命削ってるから、ね、何その話。もう一回死ねる人とセックスしなさい。死んでもいいなって思う人とセックスをしなさいって宗教ではどこでも教えるっていう、うん、だそういう人と結ばれなさいっていうことを言ってんだよ。そうですね、うん、まあ、宗教はね、いろいろありますからね、まあ、輪廻転生とかもそうだし、うん、難しいですね、うん、宗教によって教えが違いますからね。うん、全然違うね。文化っすかね、うん、だから死ぬのが怖いんだろ、人間は。まあみんなそういうことですね、結局、うん、日本人、誰かが言ったけど不倫は文化だって。ああ、まあモテるんだろうな、石田純一。なんか野草っぽいもんな、うん、その一つの宗教でもありますもんね、うん、っていうか誰かの考えに同調したら宗教だと思うよ。まあそういうことですよね。ああ、だから自分で考えないってことなの。そういうことですよ、うん、自分の意思がないってことです。そう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 、楽じゃん。まあイコール、まあ、配信もそうなりますよね。全員宗教になっちゃうんですね。全員宗教だと思うよ。だからアイドルって偶像じゃん。アイドルって言葉って偶像なのね、うん、で偶像崇拝とか言うけど、要はないものをあるかのように崇めることでしょ。神様とかそうじゃん。そうそう、まあ、みんな神に使いたいんだよ。アイドルなんか宗教だよ。そうですね、配信も一緒だと思うよ。競争だよ、競争。光る競争。そんな光る競争。僕はでも配信っていう舞台で悪魔で踊りたいさ、悪魔と、うん、あと2年、うんうん、なんでそんなに配信好きなのにやめなきゃいけないの。いや、やめざるを得ない状況になっちゃうと思ってます、自分で。なんで。意味が分かんない。好きなことなら続ければいいじゃん、うん、多分僕自身多分もう相当多分上に上がってますよ、人として。うん、多分もう海外でもう人脈作ると思うし、うん、今まで日本での人脈とかも最大限に利用するんで、うん、じゃあ配信はそのなりたい自分になるための道具ってことか。まあ、通過点に過ぎないって言いますよ、うん、配信好きなの。配信大好きです、うん、クッソ好きですよ、うん、でも僕が生きるための上でもその通過点に過ぎないって言っても配信します。800年前とか、うん、はい、
きなものをやめる感覚は分かんねえかんな。でも70歳とかになったらできないでしょ。できるでしょ。でもそしたら支援も何もないんですよ。それこそ、え、支援も何もないんですよ。ないと思ってるからさ。別に俺あると思ってるから。多分そこの違いだと思います。うん、時代が流れてくるんですよ。うん、僕は保険を作りたいんですよ。うん、保険を作りたいんですよね。言い方汚いですけど。保険？はい。僕死にたくないんですよ。死ぬよ。いつか死にます、ね。だけどつい最近に、うん、つい最近その4ヶ月ぐらい前から、うん、僕結構高いところも大好きだったんですよ。うん、でバンジージャンプ配信やってみようみたいな話になって、うん、バンジージャンプやったんですけど、うん、腰4回ぐらい抜けましたね。だけど結局怖くてしがみついて目つぶって飛び降りたんですけど、そっから行きたいって思いました。だからそっからもう怖いとこも正直ちょっと難しいです。怖いです、めっちゃけ。ほう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 。俺ってなんかこんだけ行きたいんだなって思って、だ今もうすごい生きることにしがみついてます、全てにおいて。だからその俺が死にたい死にたいって配信上で言ってるのも行きたいんですよ。がむしゃらに行きたいっていう、その、まあ、裏腹じゃないですけど配信上で。死ぬまで行きたいですね。うん、自分の死なんて想像できないですよ、まあ。うん、生きるためにどうしたらいいかなってすごい必死で考えてます、その点は。うん、と支えてくれた人たちもどうやって生きられるのかなって、うん、背負いすぎなんじゃないの。いや昔からそうなんですよ。うん、でもそれが僕のスタンスなんで、うん、そういう風に生きてきたんで、うん、どんどんそれが重荷になってきてても、うん、いつか支えられる人間になれたらって。負荷かけるのが好きなんだろうね、自分に。多分ね、まあ、それイコール多分ストイックになっちゃうんですね。おー、だからド M って言われる根源だと思います。なるほどね、はい、俺はあの苦痛嫌いだから、はい、苦痛がゼロの状態で何かを生み出す錬金術を常に模索してるから。だから赤ちゃんになりたいの俺。はい、そういうことですね。うん、ギャーって泣いたらうんこ返ってくれて、ギャーって泣いたらおっぱい来て、ギャーって泣いたらあやしてくれて、ギャーって泣くっていう超理想系だと思う、赤ちゃん。まあそうですね、うん、赤ちゃんになりたい。赤ちゃん、うん、おっきい赤ちゃんですね。そうだね、ビッグベイビー。うん、まだまだ慣れきれてないからダメだなと思うけど、うん、もっと可愛くならないとね。てつねさん、おしゃぶり、おしゃぶりつけてね、いいねそれね。てつねさん、ドンキョウで6人でおしゃぶり配信。おしゃぶりいいな。おしゃぶりして、うん、いいね。おしゃぶりありだな、その発想なかったな。で、258はワトソンの配信なんだっけ、これデモ、今も配信見れるからいいって言うけど、だからその今70年とかこっからが何十年見れるって言ったら、ずっと見てるって言ったら絶対見てないでしょ。258どうなの実際。入れ替わりは見てくれてる人がいるかもしれないけど、それを支援するとずーっと何十年も、いや見たいもん見ればいいんだよ。そうするとまた矛盾が生じちゃうんですよ。どこに、俺だって別に大手目指してねえよ。勝手に増えるから、絶対増えるから。俺は媚び売らない。まあイコール甘いですね。甘いだね。はい、人目指す、そういうことですね。納得した、うん、納得した。理解しました。えい、なるほどね。、うん、そういうことか、うん、ワドは現実から逃げてるだけ。昨日もコミュ伸びないとぼやいてた。いいんじゃないか、そのそれをずっと見てる。お前もすごいよな。俺納得したのに、今の発言で俺もね、うん、あ、来たね、テレビ来たってことは、あの向かってないってことだよ。うん、来ないでしょ。
クンム来ないの。久しぶりに出ないき。いや、来ないっしょ。来ないですね。うん、なんとなく分かったけどね、デメンビロはさっきの話の事情でも素直になれよ、お前も久しぶり。低燃費素直じゃないから。低燃費素直じゃないよね、ほんとにあれだよね、もじもじしてるっていうか、ひねくれてるっていうか、まあ、ほんとにそうだよね、低燃費マジひねくれてるっすよね。さらに家前に続けてる、わかるわそれ。甘えんの下手だよね、こいつ。下手くそっすね、うん、顔別に悪くなくて顔いいんだからさ、もっと甘え上手になればいいのに、不器用すぎんだよ。そう、うん、かといってなんかそういういざとなったら、あと見え張る、こいつ。そう、見え張る、うん、ほんとそうです。もしかして女にモテるやつって相手から寄ってくるか信じてるから和道の法則。いや、よくわかんないけど、でもそれ人によるじゃん。だって和道さんだから許される、俺だから許されるとかそれぞれあるじゃん。それを真似しちゃってみんなオンリーワンだから意味ないんだよね、その人のスタイルとか。参考にすることはできるよ、うん、だけどそれをね、あの、いや結局だから俺は楽することにブレてないから、だから本気でやってるからね、その代わり、うん、まあそこっすね、意気込みだから自分が生きるためだよ、結局は、うん、そこは共通ですよね、うん、生きるためにどうするか、うん、みんなな形は違うけど、うん、自分にどうやったらね、でも甘く生きろって思うやつらは死んでいくよ、それだけですよね。だから本当に本気だから生きてられんだよ、みんな。俺もそうだし、配信者として。でもまあさっきも言ってたけど、じゃあなんで働いてるんですかっつったら、やっぱ配信で食えなかったからだからね。おお。でもまあ働いてみていいなと思ったけど、うん、まあ僕も現場で働いてる時はやっぱ思ってました、ね、うん、やっぱその、でも配信で3年本気でやって配信で食えないっていうのは情けねえよな、ちょっとな。でも逆にあれじゃないですか、うん、難しいですけど、うん、俺も結構挫折とかしてますからね、なんか、ほう、挫折が味わった人間ほど強くない、強い人間はいないですよ、うん、だから安心しないの、今はまだしないね、サトシ、なんか俺のさっきのことに関して全然何も答えてないけど、イビゾウさんの名前はビーティーで消していいですかみたいな。パルパル誰それ。あ、和藤さんとパルパルさん共演見てみたい。パルパル、まあ、知らない。まあ258が知ってるやつ、有名な、パルパル有名ですよ、うん、僕と、まあ、ヤミーの企画があって、うん、ヤミー、パルパル、うん、僕で一斉ちょっと奮闘したんですよ。去年じゃ、今年か、1月の頭に、でそれで大手さんたちもみんな面白い面白いっつって、5日間を1000円で過ごすっていう。その中で、その3人の中で一番面白いやつ誰だったんですかね。いや、まあ各個人いろんな色があるんですよ。ヤミーは真っ当に生きる、で、パルパルは電書バトを飛ばす、みんなに、あることないこと、東電だろうとか、ここで俺だって言わないところがいいよね。光くんっぽいよね。で、僕はルールを破って女の子と泊まりまくるっていう。仲間大事にすんだよ。俺だったら俺だよっていう。みんな色があるんだよ。本当仲間大事にするよね。はい、うん、仲間大事です、みんな。まあ、たまにそれを逆手に取られる時もあるんですけど、どうでもいいっす、ぶっちゃけ。だってそれより上に行けばいいじゃないですか。ただそれだけです。減ったリスナーも増やせばいいんで、うん、結局ね、行き着くところに行き着くよ。結局好きな人しか見ないから、そうそう、リスナーもさ、そうそう、結局戻ってくるんですよ、みんな戻ってくると文句言ったり、うん、打ち叩いても、うん、どうなんですか。だから、そうなんだよ、自然とやっててさ、やってりゃいいんだよ。
そうですね、万人受けするとは思えないもん、うん、うんじゃねえよ。いや万人し、万人受けしない、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 絶対しない、絶対しないけど、だって、うん、アンチもあっての配信でもあるし、やっぱその、用をしてくれるリスナーもいての配信もあるじゃないですか。どうなんだろうね、でもね、静かだよ、俺のことよくしてくれてる人は、うん、大人、要はわざわざ喧嘩に行かないっていうか、そう、本当に頭が良くて、見て分かる人は、うん、コメントしないです、潜って見ている、うん、サイレントマジョリティだよ、そうです、うん、そう、それはあります、うん、あとはガチのアンチか、潜って観察する、おお、それぐらいしかないです、ガチアンチは潜って見てる。沖縄行くんだっけ？沖縄も中止ですね。11月の頭ぐらいですか。でまた戻るくすぐらい。かっこいいな。いやもう行ったり来たりばっかで辛いですよ、逆に。旅配信やるの夢なんだよ。そうだから夢叶えてるから俺からしたら。でも間に企画っていうかなんかすごいやっぱあるんで。大事なことがあって、うん、特にまだ戻ってきてるってばっかなんで、うん、結構辛いですよ。でも戻るじゃん、ちゃんとそこでやめないじゃん。やめないです、うん、でも資金稼ぐのも本当大変なんですよ。まあね、はい、うん、支援してもらうとも思わないし、うん、それは甘えになっちゃうんで、え、支援してもらえばいいじゃん。いや、それがダメなんですよ。僕は甘えちゃうと、うん、とことんダメになっちゃうんで、うん、はい、でもそれを一緒にできるかって言ったら絶対無理なんで、うん、まあ無理だって言ったら無理だもんな。本人は無理だっつってんだから、そうやる気が出るんだから。まあちょっと自分自身の限界で、いくらでも僕が限界感じるときに声かければ助けてくれるリスナーさん何百人って来るんですよ、ぶっちゃけ、うん、ただそのためっていうわけじゃないですけど、うん、みんな見てくれてるんで、うん、支えてくれる人たちは何百人いるんで、うん、なんでステッカーなんですよ、その代わりは。スポンサーとかお金普段いらないけどっていう、支援しようかって言ったら、いやいや、ね、ステッカー買ってくれたら嬉しいからっていう。ステッカー売る方が楽じゃない？ステッカー売る方は楽ですよ、うん、なんでかっていうと、まあ、ステッカー数千円じゃないですか、うん、でも支援で毎月とかもらったりとか、うん、あとまあ企業とか逆に使わせちゃったりするわけじゃないですか、リスナーさんに対して、うん、僕はそれが嫌いなんですよね、うん、人に気を使われるっていうのが、うん、俺は俺でやれるからっていう。おお、なるほどね。なんでまあみんなの声も踏みにじって僕は自分で生きるっていう選択を選んで、キャスってコメント数少ないよね、やっぱ総じて。アクティブ86人見てて、このコメントすごいよな。これ水増してんじゃないの、キャス。80人ですか。87って書いてあるけど。違うんですね。で、うん、僕、いつも300人だけど無言とかありますよ。マジで？はい。ああ。しょうがないっす。コメント文化じゃないんだろうな、多分。なんかラジオ感覚で聞いてる感じなんだろうね。はい、でもそれでいいと思うんですよ。まあね。まあ、これ見ながら寝てる人もいるので、ああ、そこそこそこ、はい、そう考えるとこの時間帯とかも、おう、なんかすごいなって思うんですよね。逆にこういう僕らのこう話を聞きながら、ね、寝落ちしてるリスナーさん、うん、本当の物好きだね。ね、すごいよね、コメントしてるよ、うん、まあ、ニコ生ひたすらどれだけタイピングできるかっていうのがあれですもんね。そうだよね、アラシェナーもだもんね。潜って聞いてんだ。まあまあ楽しみ方人それぞれだから。まあそうそう、うん、うん、お、すげえな、1000人累計1800人1600人、うん、
今日俺も芸能人会ったよ。誰だか忘れちゃったけど、目のギョロッとした吉本の芸人さん、結構売れてた人。マジか。うん、名前が出てこないんだけど。アンタッチャブル下田に会った話しない。なんで？なぜならば、まあ、テレビが一緒にいる可能性があるから。アンタッチャブル柴田とか、もうその芸能人関係。ああ、いやだ、気持ち悪い。それを配信してそばにいて寄ったからっつって、うん、配信上で言うわけでもないよ。いねえわ、まあ、いてもいなくてもいいや。来るんだろ、歌舞伎町にテレビ。そこじゃない、まず。気持ち悪い。低燃費も配信者側じゃなくてもリスナー側に。いや、もうリスナー側でしょこれ完全に。気持ち悪い、うん、お前さ、ニコ生のさ後半の頃の低燃費どこ行ったの。キャス行ったからお前ダメになったよ。クソ気持ち悪いわ本当に。お前さ元に戻れよ。ニコ生でさ気高くやってた頃忘れてない？お前キャス来てダメになったよ、はっきり言って。もう4ヶ月ぐらいしてないよ。関係ないでしょ。だお前はもうそっち側に回っちまったんだよ、配信者として、うん、配信者じゃないんだわ、ごめん、リスナー側だった、ごめん。だから低燃費、低燃費ってそっちでしょ、リスナー低燃費って言うでしょ、ウォリッターリスナー。4ヶ月、あと5ヶ月でしょ、あと1ヶ月回ったらようやくね、リッター5ヶ月になるでしょ。あと1ヶ月で、うん、お前戻ってこいよ。リスナーです、ワード様、ヒカル様。変わったな、こいつ。気持ち悪い、うん、こいつ何決まるんだけどとかってなんかヘラヘラしながらだろう。だから来いよ、早く。今どこいるの？あ、じゃあ交通費出してあるから来いよ、関中タクシー来い、今すぐ交通費出してるから。来んの？来ないの？そっちは、どっち？私だって配信のお前らの悪口言ってわかるの強いね。まあ、そこだけはね、強気だよね、いつもね。だから、直接文句言いに来な。カメラ回ってないお前に魅力なんかないよ。テレビおいで。勘違いすんなよ。お前配信者だろ。金全部出してるから。おいでん、俺が全部出してるわ。テレビの可愛いっすよ。え？可愛いってなんかそういう意味で。だから俺こいつとキスしてるもん。あ、違うか。できるっすね。できます。できない。ちょっといいでしょ。よかった。まあ、そうさ、僕なんか絵頭みたいになってましたね。いや、まあ、和藤さんのチンコは2時50分ぐらいやってるから、うん、こんなのって、うん、配信やめたらただの人だよな。まあ、そういうことですね、うん、ちょっと風邪気味な、マスオさん。俺あと15分ぐらいしたら行くよ。どうですか？ん？俺15分ぐらいしたら行く。あ、本当ですか？うん。僕も明日名古屋行っちゃうんで、もう、うん、起きたら行きます、うん、お酒飲みます。最後大丈夫？いや、これでいい、俺は関係ない、うん、すいません、お会計いいですか？お疲れ様です、キムちゃんさん。どうもどうも、歌舞伎町っすね。おかげで、はい、俺出すよ、この前おごってもらったし。あ、いいっす、いいよいいよ、いいっすよ、大丈夫っす。いや、待ってください。いや、やめてください、うん、じゃあ、お金出すんで、僕の役目なんですよ。いつも出してる側だから、なれないな。窓さん、後々ディスられないかな、俺。
光に奢ったんだぜ。あ、タバコありがとう。あ、大丈夫です。あと1枚。いや、いいっす、いいっす、いいっす。あと1枚。今の話したやつ、ごめんなさい、ディスられねえから。いいっす、1枚。いや、違う、そんなこれしかないから1枚。気持ち悪い、気持ち悪い。1枚。いや、やめてください。は、言ってること違えだろ、さっきと。どういうことですか。1枚。え、どういうことですか。1枚くれっつってんの。え、言ってないです、僕一言も。何が。くださいって。違うよ、言ってないんじゃなくて、売るんだろっつってんの。1枚くれっつってんの。ステッカー、うん、気持ち悪い、いいよ、やめて。やだ、1枚くれよ。ふざけんなよな。配信者1枚。じゃあ、配信者は売らないんですよ。はいはい、1枚。これもずっと言いますけど、配信者は売りません。1枚、ふざけんな、1枚。売りません。ふざけんな、1枚売れ。ふざけんな、こいつ。そう。リスナーによるけど配信者じゃないですから。そうです。いや、ふざけんなよ。これはもうルールがあるね。ダメ、くれ。これダメです。ダメ。いやです。ダメ。なあ、いつか来た時にひょこんとなんか変なところに画面のところにダーンってやってるかもしれない。販売しろよな、言ってること全然違えじゃんな。いやいや、ね、全然違う、売って。ちょ、全然大事。だから旅にしろって。じゃ、いらないんだってこういうの。違う、本気で売ってっつってんの。いや、いやだ。なんで配信したら売れ。いやだ。ふざけんなよ。じゃ、やだよ。絶対ステッカー売れないもん、これ。ふざけんなよ。これ本当配信者には売ってないの。でもこれだって、これもう見てよ。売ってこれしかないから。これで、これしかないからって、これで売ろうとしてんだよ、これ人。気持ち悪くない。逆にやだ。売って絶対売って。いやだ、これいくら積まれてもやだ。これ100万積まれても200万積まれても売らない。金じゃない。じゃ、金じゃない。じゃ、逆に金じゃない。じゃ、ただで。だから金じゃないじゃん。ただであります。名刺がある。だから俺に、あ、すみません、俺にタダで売ってリスナーから金取んのはちげえだろ。いいよ、カッコつけなくて。カッコつけてない。ぶちがえ。だって俺の方が金ある。そうだろうね。はい、ありがとうございます。カードと控えのお返しでございます。はぁ、売ってあげるよ。やだ、廃止じゃん、無理。名刺ガチのルールなの。ヒカル君のリスナー、これガチ。配信者は絶対、配信者は売ってないの。名刺があるで、ステッカー交換か交換ぐらいですね、基本的には。配信者に基本的には。俺じゃあ、ただステッカー売るのをディスった、ただ嫌なやつじゃん。俺ただの嫌なやつじゃんな、それな。ステッカー販売否定したただのクズ野郎じゃん、俺の振りが。だんだんなんかその、わざわざが有吉に見えてる。有吉みたいな。じゃ、有吉っぽくないなんか、こう角度が。ガチルールの独絶有吉、うん。あ、まあ、とりあえず1000円は、じゃあ、とりあえず、いや、いいっすよ。これタバコだ。いや、気持ち悪いっすよ。違う違う、これ、気持ち悪いじゃなくて、これタバコだ。いや、そんな買った覚えないありません。ふざけないよ、これは。これはダメだね。そう、あのね、ちょっと待って、やめてください。ちょっと恥かかせるのやめて。逆に恥とかじゃないですよ。いや、逆にやばい。年下の夏目が、ね、夏目がかわいそう。いや、それは恥かかせない。夏目漱石がかわいそう。違う、これは正当なやつだからダメ。いやいや、スレスレやめてください。なんなん、ほんとに。いや、かっこよすぎるでしょ、ダメでしょ。お金すぎるじゃないです。お金かっちりないんですよ、マジで。金じゃないんすって。俺、昔から。金じゃないってどういうことだよな。リスナーから金取って支援ですって言ってることめちゃめちゃ。それ、いけるために必要ですけど、和藤さん、もういっぱいいっぱいじゃん。だからいいんじゃん。だから俺、ヒカル君ね、俺、はっきり言うよ。ヒカル君、ちょっと聞いて。ちょっと聞いて。じゃあ僕の生き方は、違う。そこなんですよ。だって僕の生き方は、どんどん僕が。聞いて。分かった、聞くよ。はい。僕の生き方はね、ステッカーを、お金がないし、生活もできない。ね、なんでステッカー買ってくださいって、援助してもらって。まあ、そのステッカーを代金として、生活するじゃないですか。ヨガトさんは自分が配信者だ、お金振り込め、どっちの価値ある。いや、価値があるとかじゃなくてね、価値とか価値じゃないんですよ。でも自分が生きるためにそういう、まあ、ふうにお金をもらってるんだったら、それはワトさんが生きるためにもらってる金だから僕はいらないんですよ。僕は僕のリスナーさん分かってるんですよ。僕はだって散々普通にリスナーさんが支援してもらったお金で1万円しかないからパチンコ来ます。今回やめるねって言って、結局全然ゼロになった。だけどリスナーさん買ってくださいまたって言って、それで何とか生きられますとか、僕はそういう配信します。でもワドさんは違うじゃないですか。僕はもうそういう配信者なんで、ただそこが違うんですよね。また
でもその理論でタバコ代、タバコ2箱代は関係ないから、これはとりあえず置こう。いや、いらないです、ね、だからそれ、あのさ、超ダセいから勘弁してくんね。じゃあ、あの何の話をしたのって。出してから引っ込ませるのは、いや逆にさ、おかしくない、うん、だってそうやって言う方がダサいよ、いいな。なんだっけな、俺何言おうとしたんだっけ。それはヒーナっていうリスナーさんが、あの和道さんの顔を潰してると一緒だからね。逆に何をしたんだっけ。それっていうのは酔っ払ってんな。そう、酔っ払ってていいっす。お金はいらないっす。僕は金じゃないっす。金梅さんから金受け取っといて。それは当然じゃないですか。もう格上だしな、稼いでるもんな。僕、あの、なんだろう、これちょっと言い方悪いですけど、うん、いいよ、よろしくお願いします。僕のスタンス、着陸給食って言葉あります。強いものが弱いものを食う例のものが多いじゃないですか。そうだね、世の中は。そうだね。だけど僕はそういうの嫌いなんですよ。だったら強いものから、弱者が食った方が強いにするじゃないですか。例えば、世の中で銀行強盗があります。で強い者たちがグループで集まります。でお金を総取りします。で弱い者たちはどうしようどうしようってなるじゃないですか。ああ、そしたら僕トコトコトコトってきて、その強い者たちが集まったやつを総取りした方が僕はうまいかなっていう。僕鈴木さんです。強者からお金を最終的に根こそぎ引っ取り取るようなタイプです。僕は何をしたんだろうな。はい、僕はもう強者から弱者じゃなくて強者から強いものも、僕ちょうどだから腹黒いですよ。何でもそうですよ。思い出した、はい、光くんね、はい、超話戻るけど、はい、俺がステッカー売るのやめろよ、その時の一番最初の返し、これ動画残すから、絶対残すから録画残るよ。その時の一言目の返しがね、うん、和道さんじゃあ仕事辞めて旅行くんすか。言いましたよ。でもそれは間違いだって。ちょっと待って、まだ続くから、はい、俺行くよって言った時、あれ本気だかんって言ったって。やめて。光くんが俺だから折れなかったでしょあそこ、うん、俺別に会社辞めて別にやっても全然行けなかったんだよ。本当ですか。うん、それガチだよらしいっすよ。関係ねえ、録画残してくれるらしいっすよ。まあでも勢いは大事。旅先で生活保護受けるだけだから。まあ素敵です。結果的にそういうことですね。金がねえっつって。金がねえっつって。ナマポだなっつって。うん。うん。1枚打ってよ。じゃあ1枚だけ。男が一度出したものを引っ込みさせることは、光くんが和道さんの顔を潰してるだけですよって思うじゃん。でも配信者に光くんの旅に俺も参加させてよ。嫌です。嫌です。自分で行けって、はい、配信者だから。そうです。ダメです。だって TJ なんてそれそうだ。この間 TJ ラボ旅もそうですけど話題にあってるんで、3000人4000人とかの話題の中で、うん、3倍目光とか他の配信者、まあ、ホームレス配信者は金を儲かってるなって話になってたんですよ。で多分それを考えて、僕はそこまでやっぱね、宿泊費とかもいろいろあるんですけど、医療費とかそれでプラマイゼロでやってるのに、そうやって大手さんに言われたら本望じゃないじゃないですか。でもなぜか分かんないけど TJ さんが広島から22日から全国食べ始めるんですよ。で僕が今回その性病検査っていうの受けるんですよ。その性病検査を受けたんですけど、僕がもし梅毒とか性病に行くなった時に、便所太郎さんも47の時光の代わりに旅するわって言ってるんですよ。イコールかぶせてるってことですよね。だからホームレス配信に散々大手配信者が文句言ってたくせに、中堅配信者の便乗するってことなんです、うん、要はそうだよ。はい、だから俺もあのリツイートでさ、心霊動画10万人が見たんだよ、はい、バーって広まったの。何週間前、2週間ぐらい前だよね。で石川紀之がニコ生で今一番恐怖と言われてる心霊動画配信やるっつって、俺のその元ネタを 自爆やったのよ。あ、そうなんだ。そうで、あリアトツ行った方がいいかなって気使ったのよ。ちょっとちょろっと出て盛り上げようかなと思ったら、はいはいはい、あって言われたから。あ、そうか。あ、リアトツイートですか。そう。その場でバーって着替えて、石川がやってるから、お前援護射撃行けってリスナーさんに言われて、分かって行くわっつって、ちょっと盛り上がるかなっつって。あ、そういうことですか。いや、そんなもんだよ。やっぱ上に行くしかないんだよね、この悔しさ返すには。まあそういうことですよね。
僕乗り込みますよ、全ておいて僕は覆しますよ。みんな結局だから便乗したがるし、大手配信者だったら閲覧もあるし、知名度もあるから、俺らも金を稼げんなら俺らの方かみたいな感じに 見せたいんだろうね、結局、うん、だからそこが、そこなんだよ、うん、悔しくはないっすよ。そしたら俺悔しいよ。僕はだからじゃあだったら大手さんの文句言うだけしかないじゃないですか。僕は文句は言わない、文句は言えないけど絶対に許さない。僕はもう大手の文句しか言えない。伝えてなんで大手さんは僕の文句を言わない。逆に僕の文句言われてるぐらいなんで、大手さんから僕からしたら飯うまですよ。だって僕みたいな低レベルの人間にガチになって普通に配信上で揉めちゃってね、頭かかしちゃって言っちゃうんです。そんぐらいなんですよ。それだけ認めてきたということでは嫌じゃないよ。これ当事者じゃないと分かんないよね、うん、プラスやな。まあ配信者とかじゃないと、インターネットってそれくらい厳しいんだよ。シビアだ。ただ あのシンプルな人間関係と違うんだよ。だってミキティだよね、本当に。ミキティって分かると思うけど、やっぱその大手さんのミキティが言った一言がこれで配信上で来てくれたけど、リアルなんて本当良かったわっつって、リアルはもうメンタルももともとついてたから強くなったけど、あのインターネットの社会で生きてるより全然楽だっつってね、うん、で私はまあ好きなことやるっつって、まあ、伸び伸び今生きてるからもう頑張るなっつって見きてないですけど、インターネットはカオスだなって本当そう、うん、いろんな人が絡んできて、テル杭は打たれるんだね。そうだから、テル杭は打たれないように大手に歯向かってる俺はひたすら。で、ヤミーですよ、やんないじゃん。 DJ ナーボーに歯向かわない。だからその役を俺が買うんだよ。だから DJ ナーボーに、ヤミーは仲いいけど俺 DJ ナーボーに嫌われるぐらい歯向かってるじゃん。文句も言うし、だからって感じ俺はね。でもヤミーはヤミーだし、俺は俺じゃん。それヤミーに文句言ったって仕方ないじゃん。ただああ、配信者もいろいろあるんだよ。ダメじゃん、嫌われて配信者だから俺のツイキャスに行くのまで。なんすか、うん、嫌い、うん、大好物です。エビゾいるねこいつ。光は中身がどうだ。だからお前勉強させてくれよ。お前が一番あの配信者で、あの慣れ合わない人間ナンバーワンだから、だからお前の勉強させてくれ、エビゾ。とりあえずしょんべん行ってくるわ。ちょっとなんかあのワトさん、あのエビゾに決めてください。え、俺仲いいんだけど。あ、そういうことっすか。俺別にエビゾさん仲いいんだけど。俺で勉強させろ。どうもお疲れっす。結構持ってるなこいつ。結構持ってるなこいつ。全部取ろうよ。ガチの犯罪じゃん。、うん、ただの犯罪だよそれ。うん、いい。光くんの旅に乾杯。KP。エビゾーさんでもやりきれましたね、500人リアドツ。すげえな、うん、大丈夫、あの俺のリスナーが明日5000円振り込んでるから。俺のリスナーがあの今の配信を見て
震えて感動して朝楽天銀行に5000円入ってるはずだから、俺は全力でリスナー信用してるから大丈夫、うん、そう、俺がいい思いしてカッコつけて見栄を張って和道リスナーに全部つけがくる。何日かかった、相当やってたよマジで。うん、いや、いい、伝えなくていい、伝えなくていいよ、伝えなくていい、本当に。何時までヒカルくんといいの。いや、もう帰るよ、明日仕事だもん。うん、本当は12時までやるつもりじゃなかったの、帰ろうと思ってたけど、ヒカルくん面白いよ、やっぱ。興味なかったら速攻帰るもん、配信とか関係ない、本当に。行こうか。あ、会計。会計終わったよ、もう。え？いくらだったんですか？1400円。で、1400円じゃないですか。え？1400円、1400円。向かわれますよ。いや、もう払い終わったっつも。うん。その分から言ったらエビゾはクソだなっていう。なんでエビ？いいんじゃない？俺別にエビゾさんの仲いいもん。仲いいとか仲いい良くないとか関係ないですよ。関係ない。エビゾはライバルなんで、僕の生涯のこいつは。いや、エビゾさんは普通に強いぞ。いや、強いの分かってますよ。でも頭いいぞ普通に。エビゾに売名させてあげたの一番最初の俺なんで、これガチっすよ。踏み台になってるじゃん。踏み台にされてます完全に。なんで、あのクラクソみたいな。で、踏み台にさせてあげたのに踏み台にさせてくれないんだよね。うまいよ。うまいし、うまいよね。あのエゾさん頭いいよ、めちゃめちゃ頭いいし、でもそれ気持ち悪くないですか。いや、いいんじゃん、狡猾で好きだけどね。狡猾だけど意外と情に熱い人なんだよ。いや、だって俺ね、ちょっとエゾさんの顔立てるわけじゃないよ。池袋で会おうよっつって、あの普通にメス誘われたので、で、え、カメラ回さないのって言ってくれたもん。だから光くんのこと認めてるからそうなんだよ。だから俺は売名させてあげるよっていう気持ちでカメラ回さなかったけどね、悔しかったから。うん、それは、うん、優しいよ。キモいですよ、こいつ。カッコつけたがりだね。カッコつけたがりだよ、それはそう、それはそう、それはそう、そう、それはそう。めちゃめちゃなんか木村拓哉っぽくしてるよね。クールぶってるよね。それはある、それは雰囲気でちょっと、うん、女に意識してる、女意識してるよね。絶対ある、絶対ある。それはある、それはある。実は、うん、多分エミゾが多分配信者の中で一番ピケラするの前多分僕だ。多分今ピケルに言ってるんですよ。それはあるな。これでもだって意味わけわかんないけど、配信上で、うん、僕のことディスってて、それ電子バッテリーって言ってましたから。でもちゃんと信者作ってるよね、女の子のファンを。エビさんは、まあ、エビはありますけど、うんうん、まあ、ニコ生系列もあると思うんですけどね、うん、いや、ないないない。エビゾーさん、俺初めて枠見た時俺笑ったんだもん。ツイキャスでアクティブ3とかだよ、でずっとずっとやってて、あ、そうです、そうで、うわ見つけたって言ってる、うわ見つけちゃったよとか言って。じゃあエビゾーさんって言わなくていいですよ、エビゾーでいいんですよ、ね、あんなやつ。あんなやつ、うん、気持ち悪いやつも、うん、るよね。よくまああそこまで行くよな、この短期間で。まあそれ多分ニコ生からの流れを知って、いやニーズを分かってる。ニコ生スタイル全然違うもん、完全にキッズ向けにやってる。まあそれありますね。うん、まあドリドルさん消しちゃったぐらいですからね、新年配信で。多分ドリドルリスナーは多分エビゾのことちょっと恨んでんじゃん。いや取り込んでんじゃないの。うん、それはありますね。うん、うまいよ。だからキャリアが違うからな、長いからな。まあでも配信者を潰すっていうスタイルはやっぱりニコ生ですよね。うん、ツイキャスは配信者を潰すまでいかないんで、うん、ツイキャスはね仲いいからね、基本的に、ね、まあみんなつながり大事にするよね、はい、うん、本当にありがとう。潜って見てるか分かんないけど、お前はおい、リアトと1000人頑張ったね。頑張ってよ、1000人やったの。1000人え、500人じゃないの。でリアトと1000人行くまで、あ、もう帰らない、帰りまたよみたいな。え、1000人に変えたの。1000人マジで、やば、す
お前が津波で泣いてる時期、俺も津波、まあ、これも泣いた。自爆始めた聞いてねえのかよ。ふざけんなよ。今いいとこだろうが、いいとこだろうが、ふざけんなよ。あいつこういうとこクズなんだよ本当に。こういう気持ち悪いね。ほんと気持ち悪いわあいつ。めちゃくちゃ気持ち悪い。ちょっと電車待ってまして、うん、気持ち悪い。あいつめっちゃ気持ち悪いわっつって売名しか考えてない。そうそうそう、結果ね、こういうところで、うん、こういうところだよね。こういうところだよ、うん、せっかくね俺ら話題に出して引っ張ってんのにね。しかもなんか毎回決まって俺のところにコメント起こすんですよたまに。へえ。俺のところにコメントしたと思って返事返したら一瞬で配信始まる。わかる。ウォームアップの。そうです。え、でもさ、配信始める前ちょろっと見るよね。何話か、まあ、見ない。どのリス、まあ、どの配信者がどういう枠をやってるのかっていうのは、うん、全然できます。、はい、僕も見ますもん。俺大体字幕始めるときロハコさんの枠でモイって言った5秒後に字幕開くから。ロハコさんにバレてた。逆にあの人はですね、マリオさん僕のところで挨拶したらすぐ字幕開くんですね、全然見てないって言われてバレてると思って。みんなそんなもんすよ。そうと思ったよね。そう、そんなもんすよ。いや面白いよね。ゲームは、うん、行きますか。行くか。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ごちそうさまです。ありがとうございます。タバコ、いや、うん、すみません、僕にありがとうございます。うん、よし。さっきくそ面白いな、この人熱いわ、この人。そうだよ。いや、なんか普段クールってしてるけど、うん、酒飲んだら見てください。俺、全然酔ってないよ。もう酔ってなくて、うん、でも多少落ちてるけど、うん、あ、じゃあ充電器外すのとこれやらないとね。あ、すみません、うん、ありがとう。僕基本的に忘れちゃうんで。あ、危ないね。はい、商売道具じゃん。もう商売道具忘れちゃって。商売道具どこから買うの。伊蔵さん心霊配信者だからカテゴリー違うするけど仲良しなんです、ね、仲いいよ。よし、行けますか。リスナーさんもありがとうございます。ヒカル君の今後ともよろしく。いや、でもごめんね、せっかく百何十人来たのに90人しかとどめらんなくて。実力不足だよ。うん、ごちそうさまです。長いしてすいませんでした。ごちそうさまです。どうも。うわ、雨降ってんじゃん。満喫？うわー、うん、うん、ホテル泊まろうかな。うん、じゃどうするんですか。俺帰るよ。帰るよ。うん、大丈夫ですか。失礼しました。ありがとうございます。はい、お疲れ様です。ありがとうね。はい、気をつけて。うん、え、禁止症。僕こっちは。あ、オッケーオッケー、バリアン。俺こっち。なんで、なんで。俺日新宿だからこっち。うん、お疲れっす。お疲れっす。リスナーさんもありがとうね、長時間。今から歩き配信帰ります。お疲れっす。おつおつ、 いや熱い男だね。熱い男だわ。お疲れ、お疲れ、お疲れ様です。ありがとうね、最後まで見てくれて。もうここからは盛り上がり一切ありません。ここからは盛り上がり一切ないです。面白かったね。うん、なんだろうね、あと何年かで配信やめちゃうって言ってたけど、続ければいいのにね。俺は一生続けるよ、俺のライフスタイルだから。気をつけて帰る。いや、家まで配信しようと思ってたんだけど。見てくんないの。ただ歩くだけだけどね。もうこっから和道リスナーだけ残るぞ。いや、酒強えわ、ヒカルくん。俺の倍ぐらい飲んでるから、多分40杯ぐらい飲んでんじゃないの。40杯か50杯いってるわ。うん、
そう、ここからは次の日仕事の男がただただ歩く放送だよ。ほんとだよ、もう勘弁してよ。寒いっつうか雨降ってるからね、びちゃびちゃだよ。まあ、配信止める気ないけど。和道さんほんと素敵ですね、ファンになりました。いや、あのね、ヒカルくんね、あのよくしてくれてるし、本気なんだよ。俺本気な男が好きだから、あれは本物だよ。うん、あの別に配信者じゃなくても好きになったと思うよ。ファンだよ。一生懸命じゃん。一生懸命な男にね、男は惚れるんですよ。僕はファンですよ。どれくらい降ってます？携帯電話が今びっちゃびちゃになって水が滴ってるぐらいだね。無理な、これ携帯壊れるかな。見る見る、まあ配信会、配信の世界もさ、持ちつ持たれつなんだよ。やっぱその仲間を大事にする男に悪い男いないと思うよ。不器用な本気の男って感じで初心を取り戻すよ。よサンキューです。何の初心か全然わかんないんだけど。何の初心、クソ面白いんだけどそれ。何の初心だろう。しかし光くんが和道さんのこと言ってるの分かりました。いい関係ですよ。俺好きだよ、単純に嫌いなやつ嫌いだし、普通に好きだね。シンプルが一番いいよ。嫌いなもんは嫌い、理屈こねない、好きなもんは好き。いや、勉強になる配信もクソもないでしょ、別に。勉強もクソもないよ。ただ生きてるだけだよ。ただ生きて、ただ死んでいくんだよ、みんな。ただ生きて、ただ死んでいくだけだよ。熱っ。ヒカルくん、明日名古屋だってね。名古屋だっけ、どこ行くっつったっけ、広島だっけ。頑張ってほしいよね、最後までやり遂げてほしい。普通にやばいよ雨。今服をかぶせてる、服をかぶせてる。釈迦元気だよ、元気元気、すげえ可愛いよ。録画残してくれるとありがたいです。あれ、うん、録画残すよ、大丈夫大丈夫、録画残しますよ、大丈夫ですよ。なんかヒカルくんが、ヒカルくんに人が集まるのがよくわかるね。みんなほっとけないんだよ、ああいう男。そう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 、ワクワクするやつが見たいんだよ。そう、常識をひっくり返してほしいんだよ、みんな。そう、つまんねえ、非現実だから俺らに求められてんのは。俺らは普通じゃダメなんだよ。いい対談でしたね、ヒカルくん、いい味でした。ヒカルくんはいいやつだよ、本当に。あの人の周りにいる人たちがみんないい空気持ってる、いい風が吹いてるんだよ、ヒカルくんの周りには。だからヒカルくんは成功するよ。いろんなやつ見てきたけど、あれはいい目をしてるね、ヒカルくんは。大丈夫、ただみんなが支えてあげないと何にもできないからね、ああいうタイプの男は。生かすも殺すもみんな次第だよ。ぐっすり眠るんだろうね。なんだろう、筋肉痛なんだけど、なんかやったかな。っていうか明日起きれんのかな、こんな時間。今何時？もう3時か。
やべえな。すげえ雨。これ見えてるよね。大丈夫だよね。また起こしてくれるんでしょ。いや今日超感動したよ。クミタンが朝電話いきなりかかってきて、なんかちょっと緊張気味な声でワド起きてって言って、起きたよクミタンって言って、そしたらグループライン見たら、なんかワドは昨日疲れてるはずだから誰か起こそうぜってみんなでやり取りしててくれてて、じゃあ私起こすと。でその後二度寝しちゃったらタクミさんが電話してくれて、今日は誰起こすとか言ってたよ。今日は誰が起こそうとか、今日は私起こすとか、私は無理とかさ、すごかったね。いやなんかすげえ愛されてるなって思うよ。愛されてるなって思う。やっと屋根あるところだ、あっつ。いやうまいもんめちゃめちゃ食ったわ。うまいもんめちゃめちゃ食った。そうだね、いいリスナーに囲われてるね。まあうちのリスナーにはかなわねえけどな。うちのリスナーやべえかんなマジで、俺が何かお願いしなくても勝手に何かやってくれるから最高でしょ。多分一番羨ましいと思うよ配信者は。ステッカー買ってくださいって言わなくても買ってくれるから、冬場になると空気が乾燥するからつって、あの空気清浄機送られてきて、でワドコーヒー好きなんだろうつってコーヒーメーカーが送られてきて、ワドヘッドホンをつけろつってヘッドホン買ってくれるから、ワドモニターをでかくしろとか、やべえな、ほんと。こんな降るとは思ってなかったな。これ朝まで降るのかな。雨やば。まあ俺らは俺らで楽しい配信やろうぜ。俺らには俺らの生き方あるから。朝方やむんだ、よかったよかった。会社行くときにやめてればよかった。うちのリスナーは最高だよ。3年間かけてゆっくりゆっくり出会った仲間だったから、今いる人たちがいたら何でもできるんだ。無敵なんだ俺は。無敵なんだよ。敵がいないかんね。最強じゃないかんね。無敵だかんね。無敵。無敵だよ。やべえな。これ機材壊れんな。あれニコ生って4時間、え、ツイキャスって4時間がマックスだっけ。4時間ってことは6時24、あと30分で終わりか。おすすめ乗るのはいつになんだろうな。240分だ。ユナンポンさんありがとう。久々にこの前あのツイキャスやったからな。そうだね、よいしょ。
雨でさ、機材が壊れちゃうから、ちょっと今日これで最後にするわ。ちょっと雨がひどすぎるわ。携帯が壊れちゃう。びっちゃびちゃだから、ごめんね、リスナーさん。もうちょっとみんなと話して、寝るまで話したかったけど、今日はこれでお別れします。機材守りたいんで。また、もしよかったら見に来てください。お疲れ。お疲れ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。